ちは。はい。コンテコンテ。うす。こんちはおさん。おー、おめでございます。が、はいはい。質の良くない投稿者こんちは。おも。あれがい。おさんのごちそうも面白かったけどメイン調理師さん前は逆類想です。ティアラの追加し。おっさす。まあ。おっさんこんにちは。おはようございます。正直あそこはね、まあ上振れ要素ではあるから。こんにちはおさん。ちょうど動画にできたよ。天才じゃん。うす。絶対人なわけじゃないけどね。こんにちはおっさん、ジャイアントコーンで一番美味しいのは赤いのですよ。いやいやいや、青やから。バカなのかな。バカなのかな。教育してやろうか。ジャイアントコーン。色。ここに愚かだな。赤が普通のやつ、ね。黄色だとやるか。BS かっくれ。おっさんこんにちは、ダイヤさんでも。青がチョコのやつね。黄色はこれなんや。ディアラブルカニックみたいに落ちしよう前はあんぬん天井すぐ上げてました。こんにちは、動画面白かったです。こんにちは、おえなら三本とも食える。あ、どうもです。全部まずい。黄色はあれか、なんかミュークパリパリのチョコが入ってるやつか。調律とかマイニングとかその辺の愛にした担当の人毎日マスターデュエル10時間やってほしい。チョコミュークって書いてるね。美味しくわからし。こんにちは、一つよこせ。黄色はからし。こんにちは、ミューフィーユ。あー、なんかあれやな、挟まってる感じなんかな。パリパリのチョコ美味しいよね。あ、パリパリのチョコ入ってんじゃん。黄色もうまいね。じゃあマジか。黄色以外やりえない。黄色もうまいね。じゃあこれ今度黄色食べるわ。でも赤は土日だからコメントしてもニートだって言われない。言うてもてる。こんちゃん言うてもてる。こんちは。おっさんってアイス食えるんだ。これ今まで青一択やったんやけど、一番配信青しか食ったことない。俺も青しか食ったことない。赤は一番ベーシックなやつやから。でもさ、こんにちはおっさん、おっちそれっきりだぞ。あるんです。結局さ、高校生の君と食ってた。結局ジャイアントコーンってさ、上の部分が一番うまくない。上の部分でさ、もう全盛期終わってモテるやんか。食感が合わんのだ。お魚のアイスあったら食べれる。いや食べへんけど、上の部分食ってもうたらもうあと消化じゃんみたいなとこあるやんか。チョコとか特にマジで。エコーンがうまい。こんちゃん。マジ？ジャイコーンマジで平気でいい。そうなん。赤は七味青はドリカフト王色はマスタードですか。誰が食うねそのアイス。どうでもいいんですよそんな話は。あれですか、ジャイアントコーンの話したの。コーンのとんがりしたとこ一番好きなんだけど。おります。新アイスの偽物みたいだね。じゃあチョコ食えよ。おっさん的にはいつもの話聞くと今回のウォッチストッチの方がティアラメンツに抗えると思う。こんにちは、真ん中の一番好き。マジックは無理じゃない。青いのの中にチョコ入ってるだろう。どうでもよくないだろう。コーン部分普通のソフトクリームと変わらんもんな。剥がすと机上の部分全部持っていかれるのどうにかならんか。ジャイコの話は一番盛り合った。いや、それセブンティアイスだけでしょ。セブンティアイスが持っていかれるんだよね。今日のジャイアントコーンズレはここですか。17アイスは最強よ。セブンティーアイスはちなみに何が一番美味しいか知ってる。もちろん、こんにちは、ソーダですよね。バニラとソーダのやつよね。セブンティーアイスはね。あ、もう。ディアラメンツより言うまでもないです。ジャイアントコーンの話を終わって控えるわ。あ、つまんね。こんにちは、おっさん。17は施設ある。セブンティーンって何？チョコミントとかしつそう。アイスって潰してきたガラスのが普通なんだ。これね、ソーダフロート、ソーダフロートかグレープシャーベット、どちらかやね、これ。この自販機すこ、どちらか。こんにちはおっさん。2択です。こんにちはおっさん。グレープでしたお料理くらいにするのがしこ。ソーダのやつうまい。ぶどうでしょ。ソーダの卵むきし冷製にあったやつ。マガラミアが一番うまい。チョコクッキーやろ。剣みたいな棒を生回すのが楽しいよね。チョコミント一よ。ソーダフロート。俺マジガキの頃さ、もうバカやから、残ったの芯の部分を噛みまくってたわ。17ヤップグレープが一番。チョコミント好き。クッキークリームでしょ。ブドウのやつほど時間食ってた。クッキークリームも人気だ。盛り上がりしやろ。正直全部うまい。バカが小学生のブッコミント食ったことない。右上二つが好き。これ落としてガツ泣きしたような。おっさん草見とくとね。これ幼稚園のグロシエ帰りに買ってもらったのだ。味好みの一番を決めよう。はい。噛めば噛むほど味出し見れておいしい。みんな噛んだよ。チョコクッキーみんな噛んでたよな、あれはね。こんにちはおっさん。さあ、これさ、こんにちは。これゴミの処理困らんかった。いつもさ、買って持っていくはいいやん。買ってさ、その場を去るはいいけどさ、ちゃんとゴミ箱ないとさ、棒の部分もさ、捨てるのベタベタやしさ、紙の部分もさ、めっちゃあれ、まあ紙の部分はあれ、ゴミ箱すぐあるから捨てればいいか。
ゴミの処理困るよね、これ。衛生的な。ユルセや。はい。はい。何の話してんの、これ。いいね、別に。環境調査するって言ってんじゃん。そんな話してる。気にしたことないかも。ゴミ箱ないとこ多いんだよな。細胞しゃぶりにして遊ぶのが楽しい。草。朝ゲームしましょう。セブンティーンアイスってうつわりとか友達と遊んでる時とかに食べるから思い出補正がいるよね。思い出補正結構あるけど結局言いまくってもうまいから。何も一緒に食べるんじゃないの。話してくれ。ダイヤモンドティアラ率は終わりと予想。さあちょっとティアラ率測りつつね、まあちょっとやれそうな出来探していこうかなという。今やっていきます。今日のおっさんの動画本当にぼっちそうなクスですか。アイスのティアアイス決めるって話じゃないの。違うよ。アイスの話終わったから今日も終わりですか。あっち負けのでもいいな。ティアラ率だけ見ようかな。あ、なになになに。あ、なんかバグった。あおっさんもおしゃべりして楽しんでるの。ここで目標を書いとくと正直正直今ダイヤやからどうでもいいんやけど、ダイヤ語やから効率薬気に悪しないな。おっさんの動画のおかげで出るだけ聞くのめっちゃおもろいわ。アイス開始しよう。こんにちは、シコバーのキツですね。けらいな。アイコアイスってやられるだよ。たまに寝ちる。マジでアイスのティアアイチはチョコの中ジャンボでいい。おもろかジャンボ。おっさん薬使えたの。ダイヤ語で満足してへんか。おっさんはハンバーグアイスが好きなんでしょ。もっとアイスの話しようぜ。ティアラ締めしないかな。ということはティアラ親子やね。たまに寝ちるもんだって泣きそうだよ、おっさん。分散するだよ、整ないんだよね。あ、いいね。ふわふわしてたな。ボッチ君だけ社内間に白番先輩になったぞ。おっさん知ってる。セブンティーンアイス全部食べ終わると変身が始まるんだぞ。どういうこと。本番は今日の印象率 100% とは絶好調ですね。妹がダウンロードでゼルダ買ったのに足りなくて泣いてる。ダウンロードで出てたかな。あ、自分で買え。セブンのマモアイスほど好きだった。買えはよくない。アトラクターきつい。魔術師で登り切ったけどティアラは5割超えた。ボッチスは面白いけど面白いだけで強いのかって話になってきた。あー、いやちゃうだから言ってるやん。悪いのはティアラメンズなんやって。ティアラメンズが悪いんだって。ほんです、ボッチスを救おうと頑張ってみたけどダメでした。あのね、結局その、魚によるのが弱いんだよ。それはそう。おっさんこんにちは。ティアラが死んだら使えると思いますか。いや別に。それを無にする好みの同罪や。手を含めるの。そもそもティアラが最強なのと、ゴッチスはここ弱いから知らない。おっさんゴッチスメルフィーでランクマしてくれ。ゴッチスの妨害っていうのはあるエアリスが2倍になったわけだからな。ゴッチスメルフィーでランクマしてもいいけど。シクシすか。今日もゴッチスでティアラメンツも報告にしてきました。タノリッキーの構築を歪めるレベルなのはね。シンプル軸の魚関係が弱すぎる。こんにちは。こんにちは、さん。はい、こんにちは。動きが完全にパッケージ化されてるからそれ以外の動きができない。フライスキャンはティアラ環境でなかったらもっと強かったしな。高校弱いデッキは見て苦しくなる。ふわふわが生き生きしてきたな。これ生きてる。面白い。魚はエクシーズやしな。こんにちは。ここはエクシーズと相場は決まっとるよね。こんにちは。こんにちは。七匹の調子どうですか。使ってないです。超えました。シラカスクで言ったら質誘発で死ぬし、スプライトが寝たらスプリンダーいないと微妙で、サンドラとも寝たらサンドラがしっくり送りました。こんにちは。あ、ね、こんにちは。ツイッターで見たティアラメンツのとんかつ定食の高橋き強欲な。シャークさんはエクシーズだからシクロはふわふわって地味で高いつだそうやな。むしろシラカンス展開した方がティアラの嫌がる場面知っちゃうからね。こんにちは、さん。こんな気に使うか。ボッチスは前々ソリティアラ戦には見えた近代遊戯王における必死な二人だから強化してくれ。殴らなかったな。なんで殴らなかった。殴ってこないのか。シアガンスはシアガンスで先行制圧した方が強そう。貪欲なウツボか。アーダスめっちゃ強いんだろうな。殴らないだと。貪欲なウツボさ貪欲なウツボマジでさ、ボーティスデッキでも入れてるやつほぼらへん。調子さん、調子どうですか。ボッツボッツ先行勘違いしてそう。ボッチ戦の戦いで頑張ってみます。相手のフィールドにモンスターおって先行勘違いせえへんやろ、さすがに。さすがに。おっさんおはよう。おはよう。おはよう。愛族好き。ウツボはやらない子。シンプル中デカミ縛りとかでいろいろ試してる。闇のウツボよくせ。貪欲使ってみたけど使用感微妙すぎつらい。ウツボ盤面じゃないとダメなのきつい。ボッチシャーメージで使わない。貪欲ウツボのイラスト気持ち知る。貪欲のウツボ実は使わないわな。貪欲のウツボがデッキからやったら強かったな。デッキじゃないからザコやね。デッキからならマジで強かったんやけど。残念です。
貪欲と食事の謎は知って、そもそもウォッチスは展開していらない。ウォッチスに貪欲入れると場面に何も起こらなくなるからな。そうだね。できたらキシャロ素早いスケアウォッチスくんだらで50枚超えた。できたら強すぎるよ。除外対産物あるからできたら除外はありとも。デッキを中止しない。黄金室と強欲なこれぐらいじゃないと無理やし、スモールワールドの視察が出そうだったな。あれ UR って意味わからない。こんにちは。特殊は使われる時のデッキもあるため、貪欲は視察から除外できたら強かった。うちの金返して移動しよう。視察からが一番ありえて強いラインだと思う。そうやな。貪欲の強盗さん手に来たりしますか。魚はそれくらい介護してもらわんとなはず。結局おっさんはお船の船に砕いたの。デッキから全デッキに入れられる。とりあえず4隻ぐらい砕いてくる。おっさんこんにちは。愛に船よそ。ワニモンスターを抱くコストは 0.9 枚分くらいのパワーが必要だから 1.9 枚消費してに、1枚で2枚になるカードはモルクリキッドから抜けも明らか。メインギミックシーラーで増資になられたらボッチズシックする感じのデッキが一番の気がする。こんにちは、おっさんさん。どうしておっさんは NTR が好きなんですか。デッキからならボード誰も使わない。3種残ってんじゃねえか。呪縛種の話しよう。呪縛種、呪縛種あ使ってんのあれだって考えるとモアミー反省したんだな。おごるだーしか言ってなかった。ヤラメンツに仕事ないのにこのタイミングで失踪は草。貪欲のおっさん、こんにちは。不安なリーズ、ライザーが出てきたね。サクフィールド越しから除外してドローだったらアナットクだった。なんで海外戦法カードなのにレイカードやんや。理解できぬ。あ、それはまずい。ティアラと同期なんだよな。呪縛種はティアラに刺さないし騒いでるやつは。あ、バックであえて敵機しながら表になって呪縛種だったと聞こえて悲鳴入れた。ウォッチスは理不尽さがないから好きなテーマではあるんだよな。呪縛種は刺さる場面のアクセスコードを出る瞬間くらいしか思いつかない。守備一体足りひんよ。呪縛種って甘い聞くだけで重い。呪縛種はティアラ規制されたら競争。そういえば NTR テーマとしてエリアンっておいでのお立ちだよね。おっさんこがなん使ってくれないか。空気なんだわ。あら、空気やろ。船のくせに。なんか新しいやつはあれなんやろ。おっさんが特殊デッキ作ってくれるって信じてるよ。3機には必要になっけ。エピックスプレディションよりは増したな。あー実は空がない足で未開期以来の海外テーマ安易に研究する。こんにちは。あ、どのアクシトリアに入ります。よし、未開期でやらかして怒られたやつ。おじさんこんにちは、クッキーだ。ソラキバランはリンクスで暴れてたイメージ。7匹の救世主作り合い作るの。スカイラルも強かったよね。クーガラン使ってると金玉が膨張するからリュールどころじゃなくなって止まる。スカイラルは効くから、いつもの。クーガランは団長と新しいやつがあるだっけ。何してた。 SPYRL の海外戦法でしたっけ。来た、ティアラだ。相手で記憶ティアラ来た。反応は鬼強いな。ヘルドゥウララハネボウキ終わった。ヘルドーか、まあいいか別に。キンキンキン、まだよかった。あれなんかある。まだやれる。両方の波動出るガラスに PR しよう。バオバブバブ。質のせいで質の強み崩れてきたら落ちたら刺さらないで血しか生き残れない。結局質が悪。まだ参る。1万負け。次のデッキビルドはどうなるかな。ケルドーやろう。まだ致命傷で済んでる。ああ、そうそう、ケルドか。おっさんはクシトリアで相手のモンスターゾーンを相手一つだけ使えるように残してモンスターにとってはやってそうできまい。ケルド。すごいね。バブさん取ったから口やな。そういえばおっさんもアンケ書いた。ピンセス。アンケ書いた書いた。おっさん、こんにちは。ミカンに来ないんか。わら、バオバブなかなかいいな。バブバブ。大会来る前に規制してほしいが間に合わないだろうな。大会終わったら姿勢にやりそうだ。バオバブ運強も良いですね。 NR でメタルフォーゼにバオバブ乗り込むけど結構強いですよねこいつ。バオバブは強いぞ。ティアラメン好きな人が一緒にヘイトのクリティアラを擁護しようとする動きどう思う。バオバブンミートデッキですか。美少女テーマは正義なんだ。すまない。
バオバブの木は軟禁に厄介だからな。マスキッパでクシードを支える動きなしで強えな。強え。NR ヒスの木にゆでるデッキで使ってたわ。バオバブン、バオバブデッキいいな。七時ない時代の木は離れがってないし、最初に投げ許しそう。姫、呪文よっしゃーい。販売期間気にし、およそ妥当じゃね。過剰に深く増やしてるのは必須だと思う。のせいではあるけど、全部一室に吸い付けるのは良くないってやら。もうさ、不毛よな。なんかうんこのなすり付き合いしてるんよ、みんなが。みんながみんなうんこのなすり付き合いをしてるの俺は良くないと思うけどね。つまりそういうことなんじゃね。全部制限に持っても間を空く2倍の入るわけじゃない。一室よりハーフスがやばい。つまり全部うんちってことだ。キッパーでライトハート出さない理由ですか？ニュークリアワールドから出したマスキッパーは効果が無効になってるんで使えません。以上。ギアで一室悪い、一室でギアが悪い、どっちもなんだよね。つまり全員失性。なるほど、どっちもやばい。ハーフニスって最初に純正年になったんだって。そのカードパワーだ。ここ止められるけど、どっちも否定されたってことはそういうことやろ。終わり、関係ない。行け、ティアラマ室の禁止でよい。おはようおっさん。重篤なリソースを癒す室も悪いし、それを言ってもがいに生きるティアラも悪い。おっさんおはよう。リスでっているんか。このエリクリオスさんの配信の中で見てるけど、それを捨てで。ニュークリアワールドがね。全部うんこだ。2022年に釣られたカードすべて滅ぼせ。ティアラって室来るまで評価どうやったん。噛み合ってないからわからん。おっさんの野心臓が出てれば野心臓にゲートがいるんだけどな。正直室ティアラ砕きたいのでは抑制してもらって。好みは売り屋なんでもええやろ。姉を邪魔打ちせ。リスは悪い。ティアラは悪いってこれは見ながら食べっぽで美味しい。そもそもほとんど禁止カードだった連盟をサポートするカードが捨てて発想外に不明なんだよな。でも美味しいの口取りは規制対策ない。アトブルバーも悪い。規制食らったんだからどっちも悪いに決まってんだろう。大愛地期待のになんでティアラ使わないんですか。好み2020には反省してるよきっと。ハーフニス規制発表の3日くらいにティアラメンチクリアのカード公開されたのもまやむかと思った。ドロドラ禁止された場合テレフォンロック使うことになるぞ。そういう自信像いないけど壊した。自演立てないんすか。ここでケルドを使ってこないか。なるほど。うんちパンチしようさん。イスギャラのおかげでサーキュラーが目こぼしもらってる気がするから感謝してます。どっちも悪い奴らが組んだからそれだけの話です。遊戯王って開発者がこのゲームやったら楽しいと思うのかなみたいな環境ちょくちょくあるよね。もうティアラも規制すれば全部解決だね。2023年もギャラリーが壊れ始めてるから何も反省してないよ。このにやったか。中年の結界像ってよ。テレフォンロックすると時間が足りなくなる。22年のカード全部消されたら俺の寝をすべきだ。盤面完成したら来たようなものなの。スタントとティアラ担当のリモートワークによるスコミュニケーションの結果じゃないの。多分勝ったね。お前ここはエクシード引くない。ああ強い、ああ強い、最強のトップですね。変更でこれすればね。天才ポンチはおっさん、マイナーテーマ使うと一緒に最初に吸ってくれるよね。うん、そうよ、ありつく、強い。何でも起こった。エンドベイ負ける要素少ない。相手ハンドサンスタートやぞ。あってもいいよ。やはり支援支援は全てを解決する。ハウス買ってくれるってことは支援かければいいってことだからな。ティアラにはミシェル搭載っているの。切符を2枚とかなければいける。ティアラデザインした人は私の回し物だよ。負ける気せえへん。エクシード君簡単にグランプリを立てられるのほんと強い。22年担当した人今頃飛ばされたんだろうな。消化器試験もあったことだしな。先方番長が最強よ。もう次はできないね。ではこの盤面を返していきましょう。マティアラに勝つなら先方番長すればいい。レッドリブートたまにはミシェル入れてるチームはね。連勝必要ない。トラップカードこれしか入ってない。ちょっとやめてくださいよ。リブートなんか入ってんのよ。珍しいね。リブート演出あるんだ。でももうあれやもんね。ワーメリオンデクレアラ切ってもだから。エルレイの。リブートの演出かっこいいよな。
かマスカラだけどハンドねえ。レッドリブートのエスホント好き。ミラーでも強い引きっぽくやれるし、そう。リブート入ってんのいいね。4000万。リブートをミラー引きにしては珍しいけど、引っぽけもできるシャリなんかな。トラップ最強カードか。マナ1枚で4000万。リブートのエスが一番好き。最近のキャラはピンなしでネギでも入ってるな。サクから切って4000万。切り札感ある演出好き。まあでも、ワンキルデッキのな、リブートちょっとな、かっこよさあるよな。実質4000万で1位ね。かっこよさある。なんとも言えねえかっこよさがある。なんやかんやキャラを見たくてコスパありますからね。わかる。リブートってあれフラテンドに入ってんのな。ブンブンさんために反応ラー1枚でもマスカラ置くよね。わかるな。俺は必中の置くな。置く置く。万が一うらら使わんで済んだ時にここが使えへんですよ。リッシュから引っ込めてみるからリブート入れてる。列車で。あ、やべ、殴られる。ワンキルしてる。切ったよ。リンクって入ってるの。デリフラウターってデリフラウスんでしょ。白目。あ、じゃあこれあれか。人間倒れるんだ。ランク環境の時はエレンって普通にリブート入れて乗ったな。超融合までは行ってるのか。選択肢大事だった。すまんわ。深淵はスタンだから偉い。よいしょ。でも君もうライフがないよ。相手諦めないな。シャツルで支援倒したらボールな。殴りきてるのでは。4000万のお金入れてる。きちんと殴られるか。シャギエナおっさんこんにちは。ヘルドーで脅してヘルレイノの一妨害だけ53位で来た。そもそも動けないからな。ここからのまま何回相手のデッキを突き出す。ライフなくたらデッキ誰が決めたんだ。誰やろな。まさか。おう。うっそさん。よし。まさかバトルフェーダーをここで。そういえばカニメジャックスドラクニでゲームカード入るらしいな。おっさんこんにちは。あ。トロイマーパンチ。昔からドラクニでルールガイスのリアを覚えてる。ジャックかな。えだっけ。このデッキも強いんやけど、結局その、ダイヤ上がっていこうとする場合、このデッキティアラメンズに弱いから、普通に。今月も半分残ってるし、ダイヤ値強くない。ティアラメンズに先行取られた時点でほぼ負けるんよね。だから、こういう意味では、登る、向いてない。また。マクイン恐竜スケアでも同じかな。当たり前体操。そのデッキ強いけど連勝必要なランクインに変えてない。ウォチメタ系はいけるん。ティアラに方向をかけるデッキなんて。いやーウォチメタもきついだ。ここで対面ティアラに勝てるテーマなんてそうそうないでしょ。いやでもフライトメルフィーとかはまだ勝てるよりない。どのデッキでもティアラに先方取られたらお手や。あの高校で叫び張るだけで全然勝てるから。あのデッキティアラメンツに有利なデッキはないでしょ。ティアラにも弱いしティアラ対策にも弱いのにやっとる。そう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 。あのそもそも環境に全く刺さってないよこれで。いやらやん。いいデッキなんだけどな。そもそもティアラに先方取られて勝てるデッキはティアラくらいしかない。実質先方ワンキル。ドヘイ系のデッキは意外とまくり返せると思うけどな。スプラメルフィ強かった。いやいやスプラメルフィほんまに強かったから。おっさんってメガネしてるの。関係ないけどでも見たらわかるくない。出るやろ。なんでこのタイミングでメガネしてるかとか聞いた。理由を教えてくれ。スプライトメルフィーは強い。俺の一デッキ。それティアラが欲しいけどならない。リンク環境じゃないのは追い風ではあるよね。スプライトメルフィーもブースト立てられなければ結構いける。美容がブスされる環境ってどんな環境？コンタクトかもしれない。スプラメルフィーは結構使ってる人いるよな。こういう目の可能性もある。うわ、あいや桜三枚通か。目がでかいデッキかと思った。自由体でも最低限済ませられるデッキがいいね。サムネリテなんかだと思った。税金ドラゴン。
おっさんのそれってそういう目じゃなかったのか。違うよ。ゴーグルしてるって聞いた。何やろ、どう見てる。そうやな、相手。さっきクソ。ワラビって子供いるよね。振ってるぐらい手数多いからさ。マスカレで無理やねんけど。よく強くするかよ。サングラスかと思った。おっさんの楽園。楽園開幕から入っちゃってんだよね。あった。税金ドラゴンでトビエフのストラップ買った。消えたじゃん、よかったね。何回クイーンも懐かしいな。結局のところ戦法取られたら血が吸いて。なんで。おや、ダバリュー中年の結界像も守ってる。あれ知ってた。ミスったんか。あんま見てなかったね。何回間違えたんだろう。スパチャデルでビーチューブ引退してった。さすがおっさん、何個買った。あ、わらわら。あー、マスカレイド素材に使ってた今。税金ドラゴン聞いた。あれ恥ずかし、なんで壊れてった。ミール1枚。おっさんの秋が強すぎる。宅急便かな。おやおや、ハオジュク、おじくり申し上げてた。二重課税できるかったのに。メガネアンキル、おっさんの気づいたから親に呼ばれたのかもしれん。宅急便来たんでしょ。こういう相続物ってなんか面白いよね。お客さんでも来たのかな。どんまい、しばかり役員機やら。メガネを離した役員が受けた。今の役員ってこんななんだ。 NTR の動画にしたんだ。今の役員60枚多い気がするな。おっさん、言われた。ギアラ減った。楽園ティアラは魔女ガイネガでも動けるメリットあるからね。今の楽園の思いを相手に。メイルピンを周りが行きそうで結局2枚入れる。おっさん対面ティアラだぞ。俺にはわかる。全部裏切りするカードとか言ってきて抑え込んだらマダンでもエルエルでも勝てる。結局してん。楽園や屋内とティアラが上位互換できるから必要ね。じゃあ並んでいいかな俺。最近裏も減ってしまって掃除の投入場。いやでも最近またティアラがね、裏ら入れ直してんのよ。エッチだと思う女の子の日常的な質の話でもしない。しないけど、全然しないけど、ね、いいですか。勘違いしてる人いらっしゃるんですけど、ここはねマスターデュエルの配信をしてるんです。このチャット欄はね皆さんの日記帳じゃないんですよ。何かね勘違いして関係のないことばかり話してる人いますけど、さっきアイス話してろ。こんにちは。ちょうどいろいろ聞きたかったし、会えるでもいいか。ジーぐらいしか痛くないしね。そうだぞ、ティアラの悪口を言えよ。じゃあまたアイスの話に戻る。最初にアイスの話してたのに今からメガネクイックスの好き。背景のことそんなに詳しく話されてもルールは守れ。アルファだとそんなものなら、ね、ユニアリックス・ユーとバリの解放ありがとうね。何聞いたな。うんち出た。わら草便所の落書き感覚。カップ麺と服装で3枚ちょうどあいたから靴に裏へ入るんだよな。それはちょっとおっさんの好きな女のタイプは便所の壁かも。アイスの話する配信だと思ってたんだけど、このカード取んなよマジで。 NTR 最近はのコードあると思ってるけど、ユニアリッキーの街を好き。 NTR 常識を疑う。 NTR だ。はぁ NTR 品性を疑いますね。おっさんの日記はそのカードを取ろうなどという薄汚い考え。 NTR されてる。さ何気ひどくと野生のおっさんじゃん。怪獣攻略美しくない。ないじゃないか。こんなデュエル NTR NTR 来てよ。デュエリストならばカレール人参自分自身のカードを戦ってはどうですか。 NTR されてる。さスラムライだろ。夢の日記一発裏が増えたせいで前より素早いで聞き通りにくいんだよな。性能さん怖い。こんちゃん最新の動画感動した。うまい。ここはおっさんちやぞ。落書きするやろ。さお前がやるな。玉ねぎ、人参、じゃがいも、サランラップ、牛皮服。で、怪獣攻撃じゃん。攻撃できずリリースもできないんです。それは品性。鏡見てる。最近 NTR しないから物足りないよ。おっさん最低だよな。人のカードが来るって知ってない。直人のカード
ね。金星も地星もない草がいるのか。こんにちは、運命暗示仕様に出してますよ。じゃあこんにちは、金星やってたのか。人のカードを奪ったか、本当ヘネマグラ知ってないよ、さんってこと。そうだね、すべてが運命なんでさ。どういうことよ。気持ちいいんでしょ。無職社長は黙って、でもおっさん環境について話したら文句言うじゃん。右腕心臓が笑ってるけど、ええこと言うた。何を言ってるんだ、わらわら。汚いキンブリー、今日のヤフ面白いっすぜ。お前のものは俺のもの。やめろ、こんなのにおいじゃない。自分の品性を疑え。あ、はい、返却します。そうだよな、こんちは。お前のクライスハートよかったぜ。こんちは。ナイキやれぞ。大事なものを取られないようにしまっとこうね。心が悪いとかもいい。怪獣首輪が取られたくないならね、返してくれたよ、こっちに。怪獣首輪まで来てるのか。取られたくないなら MTR すぎて理由に置くなっちゅう話。ネットリテルかよ、おっさん。許せねえな。相手プレミ、どういうことだ。ゾウジーが出てくるのかさ。トライヒーは動きたら制できないため。何これ、相手下だろ。さ、ワンキューパーツ揃ってないのか。何したんや、盤面弱くなっていくさ。だいぶ面白い盤面で帰ってきた。うわっと試してるのか。だいぶ面白い盤面で帰ってきたことについては、まあ概ね同意だが、ライヒーは周りでも嫌に妨害になってるのかさ。おっさん、前から思ってるけど、配信者の中でも無視も内容もやばいよね。え、悪くないなら前回とけ。ダルクステージから会話したかったのか。奪われるぐらいならこの手で破壊するべ。ティアラに勝つなら深いおすすめ。レンドはいるけど、ここでも体感5割を打ってる。対戦相手の批判はやめようね。盤面弱くなって終わってる。トライ出世できると思ったんやろうな。 NTR してる人気持ちよくなっちゃったのか。クレーム批判やめて。アクセスで殴るよりドリアして時間稼ぐんだと思う。こんばんは、この環境、つい相手の批判は全てお互いの悪口に変換しよう。おっさんの批判はいいのか。いいでしょう。相手に悪口言うぐらいだよね。スクライクみたいな相手に悪口言うなら、言うぐらいなら、俺の叩けるところを無理やりにでも探してね、おっさんの批判だけにしようね。言ってもらった方がいいです。その方がいい。当て聞かってるやんけ、パチ。おっさんの批判は全然いいよ。ドブクサメだね、仕事しよう。誰や、ドブクサメだね。おい、ぶん殴るぞ、これ全員まとめてかかってこいな、これ。おっさんの敵、おっさんのバカ、無理やり。おっさんのバカ、天ヶ崎集合や、お前。天ヶ崎駅集合や、全員、これ、お前。おっさんも息を吸うようにプレイしてるのに、相手のプレイに批判してどうすんだよ。なんだ、その息子規制は。わら、マゾヒストなんですか。昼食なら。ふざけんなよ、クソが、お前。もうおっさんボロボロしてるから、ボロない。草、優しい。鎖釜持って出てくるからな、俺。言っとくけど。天ヶ崎駅に鎖釜持って現れるから、お前ら声全員上がってこい、これ。怖いよ、やいから跳ねんだ、子供が。お前の宿命から。さ、怖すぎ。ボートレースやっとけ。またおっさんが超えらんと殺してら。この一曲にあるの、真面目に教えて。交通費出ますか。口から超えらめの匂い出す。悪口系は実は天ヶ崎駅で戦場を深い楽しみにしてます。怒り慣れてない感じ出てるよ、おっさん。くしくもお姉様へエンターキーを2つ打って感じで打ってそう。おっさんがロイヤルストラーしたらコレアが。なんか持ってんのかな。バッカだったのに、他の配信者がロイヤルストライした時のプレアンは、おお、すげえ、バッカでそう感じちゃったよね。カードを狩る。でも、即金のカード取るなって言ったよ。通報しました。無宿点潰し、耳くさめがねえでした。やばい、お前の向きに千人が潰れる。普通に書けないから行きません、ごめんなさい。いい、腐ってるのはお前の少年定期。口悪いぞ、通報されるぞ。おっさん声でかいのでやめてください。自然じゃですね、砕いてやる。一度売券かよ。思った以上に嘘ではやる。このままスナード技、どうなったの。鎖をまそう。鎖を待って売ってるのかな。 YouTube さん暴言配信してます、怖い。どっから撮影するくらい来てくれよ。おっさんのアイドル気やったの。お前知ったのにリーミング代ください。くつくさい。おっさんの相手はリスナーじゃなくてゲストなんだよな。あ、これウザ立てようと思ったけど、ウザ立てられねえじゃん。まだ来て鎖が持ってたらもっとやばいのに来る。鎖ってブーメランに頼む。アクスクス久々に見た。決闘隊によるやつをデュエルで拘束しよう。鎖を待って扱い難しそう。調べたら兵庫県なので神戸を送ってよ。500ブル特に相手に鎖が舞い込んでて、チョコアウトが持ってレベルじゃねえだろ。悪口を言うときは殴られる覚悟をしてから言うんだ。 NTR はこの怪物を生み出した。うわ、立てて。グーグルで鎖ガマの検索数上がったらおっさんのせいだからな。汚いおっさん、こんにちは。じゃあ、誰がや。マスカレーの経由でうせ。このマスカレ経由封鎖出して最後にトライキのあれあって、ラテン下がるけど、まあいいね。こんにちは、ライブ試験です。ゴッチスの動画とても参考になりました。おはようございます。どうも。おっさんチランチスマス使う動画です。くれ。ゴッチス展開綺麗だった。おらへんから。呪縛師の動画楽しみにして。闇しかおらんよ。おっさんはカード知っていくの。
やっぱ行かないですね、あんまり。ジーランド演出祭りするの楽しい。用事あるから抜けます。おっさん無理しないで頑張ってください。よし。ジーランチってリズワンタイプでダイビングしないとダメなんだっけ。ボッチスはどこの場合かわからなかったから参考になりました。トイレから帰ってきても終わってなかったパターン。でも他の人が作った方が良かったんでしょう。心の闇属性。ひどいことを、ひどいコメントする人がいてね。順法蓄積が気持ち表明するように見える。一生懸命動画を作ったというのに、デッキを真面目に考えたというのに、もっとちゃんとした人にこのデッキを出してほしかったみたいな、そんなコメントがついていたんです。このコメントを見た瞬間、私の頬からは一筋のきらめく雫がこぼれ落ちたわけですね。あのコメントはやった。あのコメントはひどかった。あのコメントしたやつの職場に立ちたい。母無理だ。うわ、親子のデッキ。汗じゃん。母無理だ。おっさんにネチル組んでほしい。ネチルフライトボブ相手に DR できるし、おっさんにやってそう。ちゃんとしてないおっさん。芸人主義。あ、足か。鎧か。ミオフとかは言ってんのか。あのコメント禁止カードですか。そしてないおっさん。に感動したよ。鼻水。ああいうコメントを思いつく人尊敬するおっさんの声にしっかりイメージ与えられるのすごい。母無理じゃん。鎧じゃん。鼻水垂らしてるの。おっさんの涙がるとか。母無理初めて見た。おつゆ花粉症か。アリオンポスとかヒッポンポスって名前に似てない。こっそり頼もしい。油出てますよ。いやいや、おっさんも落ちそうなのなのにすぐだから知ったない。さおっさんにダメージ与えるの強いよな。渡辺陽一みたいな喋り方。無職だからちゃんとしてないってこと。うげ、うわ、激烈だよ。高齢最新型の旅です。うわ、耳から早い期待ものあれてたよね。さ終わった。さどんどんどんめなめた。親子のデッキだ。会えるメタを食らう男。かっきけひげバオバブーンで相打ち。バオバブチよ。バオバブーンで相打ちするしかないね。ギャラ完了が生んだ悪魔。まずこっさい。バオバブで相打ちできる。順法地区でもちあいぬくみたいなのくても良いカード結構あるから、わざわざして安定性やバトルで圧力を入れた方が強くなるんだなって実感させられてしまった。殴って突破するしかないのか。おっさんもしかして幻影パスとかしてそう。オールドレイン。おっさん今日寒くない。海外ブックは会話にやほ。バオブ最強。完全親プロセレクサ。あ、大きな生贄で反応全部持っていくやつかな。いやでもここ別にいいような気がするんや。ギアラメンツどうせこのターンの展開知れてるから後でいいような気がする。ギアラ被害者の会、こやつのギアラに苦労された人々、墓無理でされるのか。メタビ本当に増えたな。ティアラのせいで使用率爆上がりしてからな。オーダーとか入れてそう。スクニルだ。スクニル、オーダー来ると誰な。あの人の道か。その道特殊できなかったな。割っといた方がよくね。シンプルに宴屋行こうかな気がするけど。こんにちは。こんにちは。やんないと神スライムじゃない。いや神スライムやばいか。別に突破できるくないか。戦闘で死なんだけやろあいつ。受けデッキみたいだし。これシズラでは図書館ロックされたらつものでは。エンドで破壊されないんじゃないですか。スニルビート。面倒いよ。ジスライターボーダー倒せんやん。最小設置もある。結界像並べられたら終わり悪くない。神様の横になるのは何だろう無理。ラーが出てきてワンパンされるぞ。それでおもろい。アマラを。どの道ボーダー来たら無理。調律クリックないんだけど助けておっさん。同率なぁ、そのうちストラック入んじゃないかなと思うねんけどね。今日は土曜日なのでお休みですね。神様が一番強いまである、はい、正直どっちがよいかわからない。気づいてくれてよかった。ジスライからボーダーへでも一回発動できる。前半ですされよ。神は色欲あるから色表示になるし、スケアの破裂ライヒの3の枠になる。いいよ。ボービーチューバーもキアラにメンタル壊されて打ったりもしたし、キアラは何か遊戯王を超えた何かだと思ってる。おっさんこんにちは。神様並べた方が厄介。調理中の勇者シンクロンくらいじゃない。ご趣味が使ってるときはキアラの持ち返しにはグロックスモスチェーンするとノージルドバーナンスよね。ハムリビートかよ。キアラに心壊される人見るの楽しいよね。メタルはモンスター国大変なんやのは生放に偏ると自信になるし。BF 来たらあいつ来そうだよな。ぶっ飛ばしたらアクサーチしなかったの気になる。
おっさんこんにちは、ワンワン。こんにちは、ワンワン。今日のおっさんのぼっち普通に高い層だから作りたいんだけど、いかんせん調律アレックスキル。メタブはハフにささらんのが強いんやな。雷めっちゃ鳴ってるんだけど、おっさん平石になってくれない。どうせ8枚くらい入れよ、モンスター確保大丈夫やで。ここから神仙プラって神仙あさりと開けるなんてことも普通にやるっぽい。神仙プラって当然の神。本当に出た。どっかのストラップに距離変えらんかで。神しとったん。やはり神仙。3000も引くダメージが口火さんも可愛いね。ティアラにやられたやつはみんなこうなるんだ。MH プレイヤー。俺たちのサロモンパにシメント。終わりくさい。ビッチェイ。までは開拓されてもデッキには3、4枚しか入らなそうだな。打点の高いマナライフは残ってる。必要。神仙も1枚してますよこれ。レモリ旅高校勝てなくない。もう1枚も神仙ハガメリートスキル。やっぱり旅いいね。相手に行けかっけえな。ガンマあったら終わった。メタビ高校は話し台では一音くれる。きっつい。しゃーなし次次。メタビじゃなくても大体キャラ相手に高校勝てませんから。高校までプロバレーとか手に合ったらやりなくもない。落ち込かしさえ不吉。無理かなこれ。さすがにで開いといて、来費持ってきても蘇生がどうせ通らへんの。3回食ってるし。墓場にぶん殴られてぶちょっくりされるおっさんの画像ください。取ったらいける。マティアラが嫌で生きて飛行停止してたどり着いたのはイタリアからの話と満載。彼らも被害者やぞ。復讐の鬼にも結果全方位に元素をばらまいてはいるが、謎の穴読んでます。ランク戦で受ける試合は全部オンラインで突貫。メタブはギャラ以上にしょうもない。困難を起きては魔法破壊機を増やしました。それは昔から友達のクスデッキだし。女神戦法を取ってもギャラは突破してくるぞ。別にキャラ前にも浮かびいただろう。対面では使えないからアメリーで使うの分かる。メタビ強いけどキャラより弱いからちょっと気もしたのし。しゃあない。高校だし相手の武器が強くておっさんは顔がブブだった。それだけ。キャラも浮かびも一気に対決できるカードは拮抗勝負だと思うんだけど、キャラを浮かびとキャラを浮かべるかはあるんだけど、それ以外のデッキはエビのハレにできるからな。なんだろう。緊急脱出装置とかメタリックルーンは鳥獣用としてイメージなんだ。顔がドットはおっさんなまらないで。おっさんキスケート不安になってるぞ。トライヒ立てばワンチャンあるのか。メタビジョを待ってやるから果てした。トライヒ行きます。はい。ここからは入れる保険があるんですか。マスターデュエルを引けないやるわけないだろう。うん。癖なんだろう。分からん。右下にあるおっさんの写真像は何。オアリスで破壊してこないの。耐久人召喚コンボでもするの。重圧っぽいな。メタビ使ったプロデキアラに言ってるかは利用の目に。手のデッキには致命傷なの笑えない。何かなるといいけど、メタブは性質上一生生き残るんだよな。遅延あるから不時計だとプラスフライ。ダイヤ値でデュエルしたらランク下がらないから不足され多くてなる。来た。
メタリって戦略的には正しいような正しいだけしか勝てないからより上位の正しさであるコンガリウムスな見分けるけどバイエールへ大正解はおんちゃんと決めの効果読んでるか未来系統かあるいは診断系統か発射トップラッシュの効果見てリンクに2300は強えぜ神スライムかパライクにチェーンして強が伝えないのか鎖国から移送し勝負なんだあそこされたらそもそもバグースカに送ってるノアから外出投げられなかったこっからはフターの接進行いやそもそも蘇生カードだこれ打てるけど使えへんいけそう月どれを使ったことがないものが出るたびに石を投げなさいマンタビマンタは SS できるぜこっち効果使えへんからなソルブレインやなウィズチーチで打った方が良さそうか残りの伏せなんだろうねうんネクロバレーかでもカット自体はできるときも打ちようが大体できないぜ相手もきついネクロバレー打てるのがややこしいんやな打てんくしてくれたらいいのに。下手に並べたらやれるだけやから振るしかない。相手も一気に場面を独行するカード少ないはず。よし、ユニコーン入ってない。よし。ユニコーン入ってる。相手も所詮あるのか。伏せセンサーとくん、ネクロバレー行くの違えるわ。相手はトラックのトップくらいか相手にユニコーンを押すとそれが送られる方が面倒よななんなら落ちたら自動で通る効果もあるし高表示してくるイメージ制約こういうリソース勝負の姿勢は楽しいただし外す前はダメだ女神なら強制脱出装置やミオフもあるしさ神様だなそれイメージ制定機よイメージ知らないやつイメージ知ってない右手左すぎやろこれはきついわら上がる苦しい無理ゲーワーガムスか攻撃反応があるかどうか襲われるおっさん何もスパンチネクロバレーカでスプラッシュイメージ使おうとしたらたちまち言うて恥ずかしくなってはいることある命燃やせバブルか四部勢を壊しるミラフォありそうミラフォスかミオフありそうな感じするよな攻撃表示に変えてる時点で13脈はなんとか13弾がありそうこれ何もしなかったら開けるっきりしないチリンガー希望のチリンガー期待ほんまやありそうそこ知るの絶望の淵のおっさんそこ知るの絶望の淵にミラーフォースのような逆転のカードあじゃやばきついなんとか飛ばせんかこれはリスナー賢いおっさんよ、これが絶望だ神スライムが手伝ったらしそう有能リスナー回復の手段ありそうだが賢いそこ知れぬ絶望の淵ゆっくりでいいこれなんとかなれリンプリを使えそうゆっくりでいいかなリンプリ出してジェット姿勢で終わりジェット蘇生できないマイクで耐えられるかあとはお祈りですいや逃げあったら知らんがまあそれしかネクロバレーを一作動にできる方法ある規制できんねあメタビは山の回復手段積まないんじゃないかなメタビの良いとこ言ってたな相手でストップモンスターなら終わりかここは負けです終わった祈るかリンク展開してくるこれにリンク展開されるぞはいダメ終わりです。シュライブ。リンク展開。ノア。さすがに回答卒あります。と、メタビブ用テストカード。
FGD。 あのせいでなかなか作れないカード来たな。闇よりで絶望。相手の武器が強かったな。相手ターンで打てたワクワドカード、相手の回転ミッションが進んだな。こんにちは、おっさん。よし、全部引いた。メガビ機械は相手して神様になりがち。リゴルバーがすぐ使ったらエネージ違いすぎて笑うわ。ん、コイント切断。ポイント切断ですか。久々だな。ああ、そんなことやってるぞ。来た、コイント切断だ。さ、懐かしいな。ハイツを持ちました。そんなことしてるぞ。ヤグやシェイカの精神、そこだからそうなるか。ブルブルしている。イニシエの戦術、ダイヤボードから切断するわな。吸い込める。コイント切断フォーマ。うわ、天気悪いからしゃなし。ブレッツル使ってんのかな。おい、ギレリしろよ。ドライトロンダは絶対。スラム。これはここドライトロン使ってたやろな。これやつにならないの、ほんくそ。ナイタンかな。今でもたまにある。ポイント切断久々やね。あっちにしてくんない。こんにちは。メルフィゴ地図の動画にてきました。ザヒクエの PR カードの手に直しました。切断ネクストは痛い気分がついたためにアプリケーションエラーでタイミング予報中から来いでないと信じたい。先方取ったら不死、そう思ってませんか。早めにで勝利くれと思うわ。対戦相手から何かしらそんな空気を感じたんだろう。これたまに見つけるんですけど、やっぱり声なんですかね。こんにちは、おっさん。連打が続ける可能性もあるから不定とは言い難いで。あ、そうやね。ちょっと待って、あのカード入れ忘れたーっつってキャンセルしてる可能性もまあなく。ビシャスでマンタはよく好き。おっさんに正当配列機を作らせるな。コイン出断した服が損してもされた側が得するわけじゃないのか。なんだかな。コイントス出断もあるから、コイントスの提案にチャレンダーかもな。コイントスの出断されたことないから来いでしょ。大体コイントス勝ちで来いから来い。おじさんの名前にて出断した説、相手用はつないのか。あります、ね、最近だと iPad でやってる連中は思いらしいけど、コンチェス、おっさん、強し、マッチ中キャンセル室もあるらしい。来たよ、おっさん。決断されたら口扱いにしてくれ。何もないときに自由に展開できる機が一番の主役。そんなときたちは入れる理由ピンか。やめてね。俺が破れないのはそういうな。上プレじゃないね、別に。全然普通。なんならちょっと少ないぐらい。混ざったのに寸前で再起動になってキャインされたと今もらえるからな。これが今はダイノゼルダの伝説ってゲームですか。筋力で一発なのだ。60枚。ダイヤ4やからかな。そんなにティアラメンツおらへん。ちゃんとこの場面で一つって勝率高くない。ダイヤ4じゃないよ、ダイヤ5。ああ、でもこのこの展開して勝てへんのやったら別に、だってこれをする意味がないというか。4に上がるときやら多い印象。おっさん年季。はい、元気です。勝ったな。ああ、コストやな。ティアラ率は違う。しかもこれコストじゃねえんか、これ。グリフォンあるし。楽園にグリフォンは採取する。効果です。雨がきで鎖が振りかかくらい元気。
ダイアゴでギャラ多かったら低くなるで。ベタやつ効果使えないし、俺もサンドビッチ使えばギャラメンズいってますか。ミビルも今は通り歩くんですから、巨有望でもあるんじゃね。ケレンピツはなくて。チェイレンさん、あなた、ケツ穴確定です。あ、使えんくね。ダメ。書けなくては禁句でしょ。ヘレンって欲しいのはなるのかな。えらい。さ、どっからうんこするの。女の子に下ネタやめてください。グリフォンツよ。何のデッキだったの。ウィンディアラでしょ。ギャラメンツ攻撃力は年齢って聞いたんですけど本当ですか。ヘレンはうんこしない。魚だから完全も同じなんじゃない。ヘレンっていう顔してるからな。え、てかティアラメンズの女誰が一番可愛いっていうの決まって。あの素敗質穴なんじゃね、知らんけど。え、てかあの半魚人で一番は誰か決まってんの。え、くしゃみ喧嘩してないぞ。え、くしゃみ、レイの鳩は一番可愛い。くしゃみです。ハーフニスに決まってるだろ。人が良すが可愛くて好き。ハーフニス父はなんだよな。メール、ハーフニス人気やね。メールに一票、全部だろ。そりゃレイの鳩、レイの鳩でしょ。こうつせがたいから全部。あ、ギャラよりおっさんの方が可愛いよ。メールしかない。俺の一番はおっさんだよ。くさめくさめ、ゴチゴチじゃないと感電するぞ。メイちゃん、助からない。チェレン、チェレンやろ。僕はタレイドハッちゃん戦争か。チェレン、チェレンはうんこ薄い高校時代野球部に加えてるよ。おっさんに決まってる。人カルスの顔好き。マモン、ゴチっすか。メールイライラなんでしょ。ギャラメンツクシトリアちゃん、男派は脳外の女が好き。ギャラメンツクシトリアでしょ。おっさんが一番可愛い。ハーフニスのあのクールなの父がドラン来た。メールしかない。インキピーラーゴチさ、声でっか。ミラーだ。おー、カルズカルズカルズ。おー、シアンテヤマ、ヒトカルズは知っているの顔がいいよ。ゴチじゃ、ジュンヤン、ゴチ完成していたのですか。ゴチさ、くしゃみの無理やり一役くしゃみをする気の音だったのか。ジオティアイさ、ゴチした。宇宙行ゴチました。完成していたのか。投稿してる人体のスタイリーのやつ。ゴチ率変態に人気あるテヤマって感じ。これあれやん、ネフィル…ネフィル…アレオブティアラとグラノは一番決めてはいけないぞ。アサイラムが…ゴチス見るだけで興奮する体になってしまった。結局スパイルだ方がいいんかな。ゴチになります。あ、はい、ゴチさと存在していたのか。そんなあんま強くねえか。え、そうでもない。やばそう。大ホビア。そういえばファメルお魚のここってどうなの。スパイは石狩りだな。ゴッチから出てくるドラライトは美しい。魔法向こうの敵使いに行きたいかね。ゴッチさん可愛いからね。 14% だって。受験生学びの使用率だ。なんだあのグリーム。スパイ入りでライアイチって人だね。と思ったけど終わったな。ちゃんと最果てまでつながれちゃん。残り一つ一枚愛する。スタンバイフェイズといえばこの魚。うんうん。アイズフォビア止められるよな。これは海外戦法の姿か。ドラガイドの見たら転用戦。ゴッチスのアイドルは野獣が大一室で人権がなくなったドラが持参ではありませんか。なんか素材にしたやつの方がかな。開発通したらドラが一度買いされるのかわいそう。不適かな。チェーン組まないからソジーで2枚ドローできるんだよな。ブリーディスの効果。あ、はい、え、使わへんのマジか。サンダーボルトで死にそうだけどギャラ環境に救われてそう。お魚だ。ドラが動きます。やったぜ。どうすのか。動かんのかい。最果てで除外してもらうから、苦戦法で展開すべきかわからんのよな。ゴッツは威圧的に敵視から数値されないんだろう。全然がやるし。使わへんの。じゃあ後で。デッドリーフにテリアーだと思ってる可能性。
え、じゃあ、トライヒトおるけど、大丈夫？トライヒトおったらやばくないか？いいぞ、ほな、終わりで。え、トライヒトおったらもう、もう、もうダメじゃない？大丈夫？おねんねしてな。勝ちです。でも、楽しかっただろう。除外できそうなとこまで負けたんかな。ストライクと勘違いしたやつ。なんも気ねえ。え、トライヒト倒せんくらいか？さな、終わりです。終わりハート。手遅れじゃない。わからんこよし。ボティスってライヒトっぱできなくない。できんと。そうしねえだろうな。お魚勝負に懸念は。これは知ったない。こんにちは。一応って人はどうせる。うちよよ。リグニッチやりられたわりの夜。死になって直してこい。何寿司になって直してこい。哀れだね。お互いわからんこよし。オーパーの効果でどうせるぞ。ラテンメッキ使いやつで何個かならんの。アビスオーパーくらいしたらそうね。ああ、アビスオーパー。ボッチスミラーだと思ったんだろうな。言うてスパイアイがいっぱいできたらドライヒル来ると思うし。確かにな、結構冬戦やとこあるからな。けるぐらい目玉好きだか。7シンクロマイナーテーマー同士マナイタのボッチスマケロスオーパーじゃないまでいるのだろうか。ドラが忙しく高いのが辛いか。オーパーってなんなん。アイルドライヒル来るとは思わんやろな。わら、3体並んだからってライフハートは分からんですね。オパはなんかじゃないスリンク量。オパはリンクにで展開って阻害状況あるからオパは出されるとだるいか。ボッチさんくれ、これはお前の豚や。そしてスパイアイとライフを払うな。リッパーをスプレーオーパーで印刷しちゃったやつがあったくらい。オーパーはシアガンスレベルとお世話になるよね。もう一回作るか。もう一空が使われても問題なさそうだな。休日に限って雨は降ってやることがないので来ました。よし、君単位1年から引くん。単位1年かい。これはい、真ん中にシビゼロがいる時点で積んでるんや。まあ秋先生がライブやってておっさんとどっち見るか悩ましい。なんで名称単位1年だろうな。なんでやろうな。まあいいんちゃう。でもこれがないと弱いよ。まあ、弱いとは言わんけど。何言ってるん。今出るだよ。ないでおっさんの配信見てる人全員異常者です。異常者が750人いるんですけど。弱いから。これさえ当てれるトライヒだけ残る。スケアトライヒ何枚必要ですか。先週も雨だったのに今日も。トライヒ2枚でいいと思う。さ。ボッチスはメイン以外でもシンクロできればいいんだけどな。さ、怖いね。リンクさんなんて何回も映るもんじゃないと顔振っていたところに。750人のかわいそうなお友達。くさ、なんで召喚条件ポンネイルインな。ゼルでやりながら寝てます。風のトクトはやったんだけどな。ゼルでやりながらおっさんあります。うるせえ積んでるゲームしないといけねえんだよ。伊藤ライフっていつの間にか遊戯王やなくなったようなおっさんかな。スイッチ持ってないです。ゼルダはしてないけどリンクはしてるよね。でも誰かうまいこと言った。誰かうまいこと言った。おっさんの配信見てるやつもゼルダやってるやつもどっちも異常者説。このシャーク戦闘で破壊されないんか。わら、あれね、戦闘で一回破壊されんから、あれ無視してない。コンデュエルリンクスには無糖ソロプイベントやってます。オーパーですね。これで終わりか。一
ドライフはエロ本と麻雀だけクリアイ。リンクはしてるよ草。ビーチューバーはアナヒゲームス低廉価な生きづらい生き物。ブンブンって名前の人と待ちしたから激でおっさんの配信来てるの名前違うやん。おっさん親父よく好きやね。もう、なんて皮膚で除外して攻撃力アップで次のターン出されるんか。うん、で西王子でデッドリーフ。ああ、それ止めた方がいいかも。おっさんなりに親父よってか。僕もブンブンって名前でエムリーやっていいですか。っていうな、よしる。何落とすの？出て。こっちは偽物かもしれない。なんか音って強いやつおるっけそんな。彼には72通りの名前があるから、なんて呼ばいいのか。確か、最初に会った時はアイノック。右下の像の顔が怖いので、ひぐばやってきます。なんでわざわざそんな合戦の前にするんや。ウォッチの動きが貧弱すぎる。マイナースしてわかんない。オーシスってそのあれだろ、ペイシス落とすんじゃないの？ペイシスじゃないわ、シフ、シフか、シフ落としてうんたらかんたらみたいな。あららでもね、あここ止めで終わりか。落とすのはシフだよ。オーシスやったりとつくねえな。おっさんの名前で環境デッキ使うとかいうコメントの前あったよね。ブンブンに帰ると早く NTR できると思われるぞ。ディランチ刺すか。ウォッチスプリーフが自動とか言われるけど絶対にディーバシャドウの方が強い。ていうか予測はかなり弱めだからな。ギリギリアンチだろ、それ。予測。ワンダロ、歴史記憶します。ぐらいか。偽装しなくてもおっさんなのになんでおっさんになりすまそうとするんだろう。せっかくなら美少女になりすませばいいのに。お魚天目。素早いおっさんって名前でしつけやら使うか。やっぱりシアガンスより展開よりじゃないとダメか。おっさんの名前で旅使いたい衝動と引き戦ってる。なんだかんだ勝率いいじゃないの。この試合なかったことにしてくれん。ミンかったことにしてくれんか、この試合かわいそう。なんか本意じゃない話処理。でもシアガンス展開しても最悪で全部飛んじゃう。ゴッチスイッチなんで1割以上いるんだよ。おっさんのせいで私一人ゴッチ使い減った。本意じゃない、マジで。マジで本意じゃない。ジーランチス、素早いデッキだったら必死できなくて泣いた。お三枚引いたんだけど、いいデッキやりますか。そこはないですね、はい、砕いてください。引くやん。外に飛びた。おっさんメルフィーとか素早いとか可愛い動物のデッキを使ってるけど結構かかってる。ダイヤにふさわしくない実力だったのは悪い。これはおっさんのデッキのわからん殺しだと思う。悲しみの勝利。ゴッチスなんて使ってる方が悪い。水族館でも行っとようかな、一人で。おっさんのくせにこだわりとかあるんか。わら、じゃあどうして完封したん。接待しろよ。せっかくの客スキャリアで初心になるということだな。勝ち方選んでやれる立場か。コイント付近やめよう。これは迷うことなくおっさんのせいです。ゴッチスタイの親も殺してないのに踏まれてくさ。踏まれてないでしょ別に。弱くはないんだけど、間にいろいろ挟むせいでやりやすいんだよね。ゴッチスイーツは繋がっていいの。あいつらは憎む側やろ。いつも容赦ない背中をして炎上する男。ラリリンスはゴッチス父のでエンドフェーズにヒットできるように。いや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 、なんでなんでなんで、ちょランク上がったんやけど、なんで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 軽い気持ちでやってるだけなのに。もうなんかさ、前もさ、プラチナからダイヤ上がるときしんどくてさ、表を見るたびにおっさんを見てしまう。何なんやろな、この。よかったね。心をつまんだね。ダイヤ上がるときが一番しんどくて。泣いちゃった。おめでとう。ようこそ、ジョークのダイヤ王へ。ここからはお前やぞ。リサイしてるよ。どうで上がったの？脅しは良くなかったんか。おっさん強いね、よかったね。おやおやもうダイヤ1ですか。ごめん。真の強者は結構熱く勝つ。覇王宿の秋使った。ダイヤ王なら適当でええやろ。軽い気持ちでポイントダイヤ5やからか。ダイヤ王になると降格しないから、軽い気持ちでやってる。不満げるくさ。こっから本気か？いきなりサレンダーするのやめて。こっから本気のやつらが来るんど？ことかよ、泣くよね。とはいえ職おめでとうございます。こう落ちないから遊んでる匂いよ。みんな疲れてるからランク下げたんや。正直ダイヤ王とプラチナイチならプラチナイチの方がきつい。そんな気がする。マジでほんまにプラチナイチきつかった。プラチナイチで50戦以上やってたから。こっから守護練習するだけだから。
レボリューションやん。レボリューションやないかい。これもこれ。よし。オッピー、オッピーって言われたっけ。何やこのカード、シフィアか、お名前がないよ、ドラゴンリンクかな、ツワークか、ドラゴンリンクにも入ってないこれ。最強のコピー先、こいつコピー数と強い、スピーで60枚で切ってたんだ。おっさんもプレジネに15時間くらいかけたもんで、オッピー、誰、こいつ上に似たのみたくない、ツワークで来るかな、そういやゴイテスの声しっくりだな。レボリューション、これはリスト気になる、ゴイテス率作らないか。ダークブルムはシンプルに強い、おっさんこんちゃん今日も頑張れ。はい、デッキ多いな。バリアンツをバックで蓄積されたカードだ。この試合だったら必要かな。勝手にせえ。バレティ、いらんは別に報告。最高画面限定な。この試合勝ったら外出しようかな。このコメントが来たとて別にじゃあ力入れてやっちゃおうかなとならんねんです。勝手に行け。近いなの、ゴージャス。さ、けどあるよな。この試合だったら出発もしよう。これだったらトイレ行くね。勝手に行け。付き合ってるのか。喋んな。さあどうするんだろう。負けたら外出禁止やぞ。おっさんが負けたら死刑。マジュースやめてください。わらわら。勝ってるから消えないはずなのに。そんなこと言ってちょっとやる気出てるじゃん。この試合終わったら。腕まくってないよ別に。こんにちは。お昼寝してました。でもおっさんとは同期でみんな会わないもうやめろ。超えてくんな自分語りを。お昼寝してましたとか、どうでもええ。おっさんが土曜日の15時にさ、お昼寝してたかどうかとかもうどうでもええ。喋るな。これ負けたら大学やめます。やめろ。出しちゃおっかな。この試合勝ったら出場します。おっさん勝ったら結婚するね。こんちは。付き合わ。この試合が終わったらおっさんと結婚するんだ。さあ、じゃあ美少女のラインかよ。あ、そうや。付き合わたいた方がお前らがおっさんからあかんね。おっさん、俺負けです。女の子かもしれないだろう。よし、一応聞いとくけどさ、今このコメント欄にさ、JK および JC の人いたら、募集してくんね。でかいか。でかいよ。JK って何？多いな。わ、JD でもいいだろ。よこらな。昭和のコンサセギ。JC めっちゃおる。なんかいつもより多い気がする。JD はいるかもしれない。挙手とか駅前分かってる時点でしょ。今の小学生は挙手とか言わへん。今見てる人いるとかさ、なんかその数年前の動画とかにさ、今も見てる人みたいなのあったよね。女子校から駅前稼ぎ、JK稼ぎやめてください。辞任してます。またおっさんの JK も見てる。心は JK。 意識、わら。でもコメント欄にツッコミ入れてるおっさんが楽しそうで嬉しい。女を好きさ。そんな人いません。諦めてください。心は JK です。いつも実質が入ってます。動画の最後ので期待してる穏やかなおっさんの子。 JV じゃん。 JS です。 JS なんで好きしいです。 JS だよ。ジャッキーチェン多いですね。多くてさ、ジャックナイツです。キッズのリリーやぞ。期待ねえぞ、おっさんピューつけろ。よかったなおっさん。JK のトランスジェンダーがいっぱい。JK歴史なんて知ってるわけないだろ。JK のトランスジェンダーがいっぱい。あんま笑ったらないですか。バレるかも、炎上するかもしれない。ジャックナイツはおっさん配信に1回聞いてもらって。今見てる人、2023-05-13-15-21。そもそも騎士読めないやつ放送。私は正直なので自分はおっさんだと白状します。女性に大人気の配信者かな。今おっさんの配信見てる人いる。3DS から見てる人いる。ニコニコかな。ちょびろって感じいい。でもこれだけ女性一人もおっさんに来ないのかだろ。ニコニコ動画のみじゃん。離れがしよくなってきました。おっさんは DK だよね。ノリがね。満足の JK をくさ。お前が寒いって言われるんですよ、初見に。14さん JC です。今から天崎行くので会いませんか。アフーのモンモン部屋みたいな配信な。グローバルな配信ですね。辞任して。おっさんのことだからフリースロック使うかと思ってたわ。実はおっさんは JK にストーカーされてるんだよね。政治でも、ホリプリケは。イブリース呪縛集。政治には JK です。キモいな。JK でしたら支配の精霊に解体されました。ポリコレの結界像、この頃はやってるね。ポリコレの結界像ってない。受験です。コメント欄もまぶれしてますね。誰も満面を見てないである。下振れの下振れも下振れやる。相手にはぜひとも勝ってほしい。トランスって便利な言葉じゃないから。アナリックス言えばおっさん刺繍つかなくなってる。どうすんの。相手の結界をどうしようかなーって。ぼーっとコメント欄見ながら考える。
こいつ、こいつらどうしようかな。見せしめに数人バンしようかなって考えたところ。とりあえずね。おっさんが従いしようもたおっさんながら、茶山くんさん200円。重大事です。初めて買ったくんはスクルーラーです。応援してます。トイネは落ちてる時期いてる。マジックルーラー何年前のパックやと思ったんだもん。ナイスか。マジあれだろ。いえ。マジックルーラーってあのサクリファイスのパックやろ。よかったっけ。おっちゃんや。おっちゃん。ゲーム当選。調べます。おっさんのせいで革命伸びてきた。よーくここは遊び場じゃねえ。サクリファイスがかまんのね。相手気持ちよくなってる。生前にパックかもさ。定型が最終戦争使ってるんだ。生前にパックかも。マハーバイル最強。マジックルーラー魔法の支配者は2000年4月20日発売ね。23年前やないか。ランク、よ、あ、ランク、あ、あ、今年で31です。やばいよ。スリファイス入ってるくせに入ってないの敵だよな。そんなもん。さ、そいつ JK 弱えるのが好み。聞いてない。ポリポリの結界像ではないかな。さ、あまり聞いてない。顔のパックのことかと思ってちょっと悩んじゃった。スカルライダーの師匠、若い。23年前の JK かもしれん。さ、あれ以来新しい時は緑色のパックなんだって。つまんないしにくさ。そこそこのお兄さんやんけ。筋力から予約してるくさ。リハジ。金玉かよ。あら、先輩なんで警告使います。おっさん年上かよ。おじさんではないけど、おっさんってくらいの年齢ですね。ああ。ユエリストカップのノリを引きずって、しょうがさんどう？収録カードリスト見るか。マジックルーラーの収録カードリスト、ペンギンナイト、デーモンの斧のスーパーレア、デーモンの斧のスーパーレア、黒いペンダントレア、光の角悪魔の口づけ、六芒星の呪縛、ウルパラ、メタルフィッシュ、エレクトリックスネーク、クイーンバード、アメーバ、クジャック、マハーバイロ、王室前のガーディアン、ファイヤークラーケン、イビー、イビーってあの、あれやんな、変な虫やん。グリグル、レッドドラゴン、深き森の長老、バルキリー、ウェザーレポート、メカニカルスネイル、炎を喰らう大亀、リクイオビースト、悪魔の手差しスーパー、道潮のマーマン、オーダーの侵略者スーパー、ウィップテイルガーゴイル、スロットマシン、AM7、ウルトラ、そうじゃつ、サクリファイスウルトラ、メフクマーメイド、マハバリの使い魔、邪悪な儀式、ナリキンゴブリン、あ、ナリキンゴブリン、イパックだ。デモのハリキンゴブリン実装のパックですね、これ。マハーバイルの実装についてくるのはどうしようかって。黄金の世代、マハーバイル最強だったよ。風光勢レア最終戦争、強奪ある、禁止カードあるわ。すごい。強奪が出たパックですわ、これ。正義の歌声、報酬、いたずら的な双子悪魔もある。闇の訪れ、天使の手鏡、移りなし立てや突進、頼もしき守護者、強引な万兵。やらめんつなんてあのライブライス、サイクロン、ハリケーン、クジの選択、ちょっと待って、記事が取られてた。クジの選択もあるじゃん、ハリケーンもある。強引の番手もそうやったっけ。おっさんも人のカードを強奪してたよね。最強 NTR。おっさん、相手タイムアウトしそうです。お相手が触れてない。ピースのスロットに移るからなんだっけ。聞いたことあるやつはわら。ハンネス最初の人気。盤面もコメントも見ないのはこの男。いかれ魔法カードだらけをパック。相手時間大丈夫か。強い魔法多いね。NTR 多くないか。まずいですね。おっさんは国王入のに忙しいから、まさったら外出するわ。1992年です。ちなみに、チナ。何分間展開してるんや。くす泣いてるやろこれ。なかなかのあぶれ盤面。92。魔法強くしてリックティーシャーを鬼まくった最悪のパックだったからな。もうないでした。同時期にダブルアイズレンスみたいなやつにはサンダーボルト入ったな。やっと帰ったか。うわうっさんじゃん。ダメ押しの字。同い年やんけ。聞いてる聞いてる。あらあら。カービィと同い年やね。え、そう。これ返せるんか。ベリンジャーのグラフィティのアポロが出たこと一緒だと思うんだ。これは強者の字。バウルフライチされてると思ったんだ。でもグースカービィ。欲しいのカービィ。これいける。でも本当はすごいよ。おっさんはカービィだった。誰が歌って言った？本当かな？どうかな？土曜日にやってるのカービィ。いい声ですね、普通さ。歌ってんでして、おっさんとカービィ用ないんですとしてショックです。ホルノとカイマノは早く知ってんのかな？知ってんでしょ。環境破壊は気持ち弱い。先方制圧から人がいう犯罪。必要漫画家の話しないで。
環境破壊は日々弱い。でも氷川なんちゃら先生やないか。俺あのカービィの単行本買ってたわ。俺使ってみた。おさんなら急に光が失われ。でもあの人さ、なんかどっかでなんか真相を語ってたよね。自分もすごいなんかいろいろあって悪かったですみたいな感じの話をどっかで見たな。この後みたいな。もう治ったんじゃないの。後日談聞いたな。火が消えし鬱になってたんだ。かわいそう。死んだんじゃないの。生きてるよ。なんで歌覚えてるんだ。土地からカービィを消してなったよな。いろいろあったんやな。いろいろあったんや。ヘポナツ、笑。ヘポーイ。ヘポーイやけどアニメのカービィはあっって言うとったよ。レレレレ、素直になったり。あって言うとった。結構ダックの糸買ったよな、あの漫画。パチンコ止めにハマってて、アシスタントはほとんど帰ってくれてたんじゃなかったっけ。漫画にはねあり、かぶれもおつまくったんじゃなかったか。ゴーゴーブジャマツくん、結構、おっさんマイクロビキンだで。おっさん山田太郎っきそ。わよやれ、わら、バオバブやろ。宇宙人だったろ。もうせ、将来よってあれ立て、スキッパー立てられへんから、ジェットシンクロンでいいような気がする。アニメのカービィは当時見たときそのいろいろあれし、嫌いだったわ。え？違うやん。宮野守がパエンとか言っとったってこと？中年の結界像のノーカービィの臨死体が可愛くなるかと思ってやってるけど、君さんは下抜けだったよ。相手にするキャンセルをします。掃除歌えてるからターン返したらクソね。イエティの頃、マリオやろ。知らない間にちなりられてくさ。くさ。よいしょ。グランドアームサシ。俺、ボンボン派なんだよな。分散ちゃお。ちゃお。いいよ、発動すな。プロセージ GX だな。ワークスター大元のキクさんって何体。デンジャラス CG さんのチナ。デッキ少なければな、なんかワンチャン削り切れるかなと思って。ボンボン派、ボンボン派は性癖に潰された人多いよな。環境破壊は気持ちいいぽよ。これ返せるの。ワイは無本の JK やから茶色にたで。こうにするね。オッケー。そういや、ユギオ、DM シュバーもシナリオライターがシェルになりながら煩って大事な。あのトークでプロハルスとは、学級王やムナキのスタンスゲーポートだった。バレルエンド最強。さっきまであんなにいた JK はどこに。ここにいるじゃない。誰もマレットの効果使ってない。ここから入れる保険はありますか。この配信じゃ精入ってまいるよな。いいもういい。このノリもういい。このノリもういい。削らんでいい。やめよ。しつこい。あまりしつこいのはよくない。削らんなんでもしつこすぎるのはよくない。やっぱり今無念が展開されるとかの動画からなくなってワンメンアックスしちゃうんだな。フリーですか。 JK は自爆死中間の生贄になったよ。ウェーラーあんのか。みんな死は弱小学生だよ。しつこいおっさん。無駄しちゃう。自分語りしていいの。ダメです。拾うなよ。それが拾ったのが悪かったね。確かに俺が悪かった。認めよ。なお。人々の魂を生贄に。休日の3時半におっさんの配信見てる JK 失敗になるから外で友達と遊んでてほしい。おっさんは自分から必要からで仕方ないね。偉い。謝れて偉い。おっさんの悪い。バトブチに依頼出した JK としては使えません。これ返せるのか。これでエンドサベージはなくさわ。勝ってくれないと買い物いけないぞ。トイレ行きたいんですけど。これ見てるとやっぱりファイヤー欲しいかな。おっさんの昨日の動画のデッキ組んでダイヤでホグホグにされてるな。これも無理ですかね。
これ出したら来い。パン1万点出せ。このパン1万点出せよ。カチス何？この配信、おっさんのなんだからおっさんがふふふりするのはええやろ。許してくれあれ。あ、じゃあこいつ効果も行ってんのか。やべ。やべ。やっべ。忘れてた。誰に決まってんだろ。やべ、あら、飛ばすよっさん。戦闘で破壊されない。怒ったり泣いたり怒ったりするのを見るのが楽しいです。ガバイゾさん、アクシーンデクレーション。ダメか。貫通ダメージでも殺せないよな、ダーツさん。これをかけるか勝てないか、ティンクルーレットで決めましょう。相手のスタッフが精肉に見える。カチカチバレルエンド。魔球の浮遊効果はつくんじゃね。エンド好きじゃね。エンド君が倒せない。さすがのバレルエンド。エンド君の強いけど微妙に穴がある体勢。バレルエンドは効果破壊体勢もあるで。貫通しても足りんね。でも足りんな、これ。貫通でも予定足りないね。戦闘、効果で破壊されないぞ。アマカリさんもおっさんと同じくらいだし。そっか。そもそも、長雷の効果で突破でき、あれ、あれか、サーチできんのか。しまったー。さすが長官になりる。相手のスタッフ、吸い尽くしや。長官になりはやはり強い。クルミリアスもあり。今日のしまった。悔しい。強かった。人の心とかないんか。超過になりリュウ君の配置封じで光る。強いよな。シュワッと。俺を拾いすぎておっさんの処理限界を超えてしまった。惜しかった。みんなの声もいけません。他の配信者の名前ださ。おっさんの接種連敗って言った。外出禁止で。概要欄読め。役員さんのライマス必要よ。これって概要欄なんか書いてるっけ。おっさん負けちゃったら次のおっさん外出できないじゃん。はい、ごめんごめん、すまん。そういえば今日スカードへ学会でしょ。周知走れ、走ったやつ。福神家の道は新たな伝説の決闘。ずんだ虫とは森内さんじゃ HP。 呼んでもなんもないやんけ。福神家の道は新たな伝説の決闘。変な声も書いてあるよ。概要欄読めって注意文が書いてあるときにさ、読むやつやから。新たな伝説の決闘。走れ、走ったやつ。福神家の道は新たな伝説の決闘。ずんだ虫について書いてある。概要欄にメリュール書いていて。変な声もが。おお、遠藤定期。走れ、走ったやつ。福神家の道は新たな伝説の決闘。さあ、おっさんの概要欄に入ってるのに書いてないぞ。どんどんこれで、さあ、さあ、私たち福神家の家は新たな伝説の決闘。さあ、ノーリンスタジオのことで書いてないよ。走っと、注意する人がいたら邪魔してるのは走るクリアマインドでしょ。毎回読め、ご用込み稼ぎですか。ゆくりクリアマインド。概要欄の口で手が少ない。負けたけど関係なく外出するわ。これから何をやるというのか。約束守れよ、お前。これ男ならよ。ノーリンスタジオにおっさんのことは書いてないんですか。東北属公式 HP ちゃんと読んだよ。おっさんの自由帳しかないんだよな。ずんだ虫のノーリンスタジオのリンク消えてますよ。怖っ。ほっぱ、怖っ。ほっぱ JK やぞ。マーコン関係ない人の名前出すの良くないのはそれはそう。男じゃなくて JK ですし、おっさん裏で自分で歌ってくれ。ずんだもんに歌わせてそう。ふつくさ、泣いちゃった。リンク消えコメントを絶対に無視する男。出会って JK やし、怖っ。私は女なんですけど、男って言いました。勝手に知るって言っといてくれるの怖し。更年期じゃん。17歳 JK だぞ。おっさんって時々変人見せるよね。本当だ、ずんだも消えてる。これだからおっさんは、わわあ言うとりますか。あーわ言うとりますけれども、僕はね、配信で切れたことが一度もありません。一旦の通知が20とかなってない？これなんか晒した？最近さ、そんなもん、最近なんかツイッター、
ちょっと待って、急に30人にフォロー立ててんだけど、これ何？そっかな。これ何？さらされたどっか。最近なんかツイッター、なんか。ヘダのヘダな。多いんよな。配信できることがない。こういうこと。急に30人フォロワー増えてるの怖すぎ？リツイートしていたで。集団に来てきてる。さ、怖いわ。わら。そこでやらずが、適当っぽな。ダイヤメルフィ記念でしょ。誰が探したの？ウォッチズミンか。怖。セクシー女のアイコンでしょ。概要欄で出してるからな。30は何かあるわ。ガイアメイト買ったくて引き受けたよね。クソリッキーにいきなりトライヒーされても受けたってさらされてる。怖え。それ全部俺だよ。エロ、フォローしたら急に前にフォロワー増えるよ。フォロワー買ったか。さらされてくさ。フォロワー買収しましたか。JK って言って出会い系に登録していた。ウォッチ層がよくできてたし、それじゃない。中華系エロアカイドも出された。無敵じゃん。今、訴え料発生フローマツイツっすよ。これ、もうあれやな。アシナ除外した方がいいね。アシナ除外するわ。どういうこと？ちなみに今日の、新しいテーマのデッキを真面目に作ったらひどいコメントを書かれました。私は今泣いていますっていうツイートをさ、にさ、さくらアットオナデンっていう、なんかエロアカウントからリプが来てるわ。この手のアカウントで名前さくらにしてんのやばくない？さくらやねん。完全にアウトやと思うねんけど。それか、オナデン。プロフィール見たらエッチな人はこっちって書いて、なんか謎の URL が載せてる。お前ティアラメン使ってるの？じゃあブロックするわ。ブロックしまーす。ティアラメン使ってるやつはブロックしまーす。さくらアットオナデンブロックしまーす。じゃあな、消えろ。二度と俺に関わらない。いてエロアカなのにギャラメンツ使うな。さらされたな。ルドンは許された。受けたまわかりだ。彼の効果も発動できません。さくらちゃんがかわいそうだろ。これで MI とかギャラメンツ使ってなくてもブロックしろ。スパムにフィシオさん許すらあったと違いないの。装填強くなったのかな。許さくらしてやれ。新プロジェクトやからな、多分何もできんと思うけど。一戦の終えるらしいぞ。マジかよ。エロい人凍結してる暇あったらエロスパム凍結しよう。イロン一旦スパム多すぎますね。最近あれよな、なんかリンク貼ってるやつめっちゃおるよ。あれ、ながら指標してるぞ。あれもなんかキモいんやけど、ね、プロと使えるからワンちゃんありますよ。なんか普通にその大元のツイートに対するリップをしてるのに関係ないリンクを貼っつけてるやつなんだ。あれバイト、こういうのがあんだ。なんかトライヒで横になって可愛いね。わかる。YouTube はスパムやった気がする。おっさん結構練習者やな。おっさんもスパムなんだよね。あれがスパムやな。スパム元じゃないの。 BN しな、ボット。あ、ボットなあれ。アルバイトはしな。だからそれがバイトだって1クリック1円らしいぞ。あれおっさんやキモい。関係ない。マジかよ。やろうかな。アルバイトし、お前らごとにお金もらえます。 DM 来ます。相手仕事隊長で突破してくる。マジやろうかな。俺も1円か。俺の力を使えば、俺の力を使えばできるんじゃない？金稼ぎできる？そんなバイトあるんだ。さ、俺の力。ああ。ああ。あの手の承認欲求は変わらない方が身のため。例えば同じもんの女が相方してもな。暗黒バイト。通報しました。おっさんがインフルエンサーと認められてるってこと。何が配信だよ。嫌なインターネットになっちゃった。インフルエンサーって何や？普通に働いて。インフルエンサーっていう言葉嫌いやねん。メールが700円をもらえるぞ。フォロワー1人からムカつく。みたいな発想。インフルエンサーっていう言葉。言うておっさんは動画ありだ方が儲かるやろ。はい。主婦目指せばよかったのにな。いいから働け。人の不幸で食う飯は甘いか。おっさんにとっては一番の好物やったな。報酬が支払われると思ってるの。一応、払われない。それだけで不満ちゃうでじゃん。嫌なこと書きすぎやんな。はい。この世の罪のこと嫌いなんだね。まるでインフルにかかってる人みたいな。なんかうさんくさくない。シンプルに、シンプルにインフルエンサーをさ自称してるやつうさんくさくないかって。インフルエンサー芸能人気取り。ティアラメンツでした。変な情報嫌いなのわかる。ティアラ。報酬支払うために口座を知ったら悪用されそう。おっさんのツイッター ID は1923年生まれってこと。おっさんは1000を超えないところが好き。それはそう。超えないことで有名やからね。ファンの女にも手出さないし。インフルエンサーって虫くでも揃えるから。あまた、あまたいるファンの女にも手を出さない。人かなんかな。
うんちゃんはナフルエンサインフルエンサー辞書するやつは全部いけると思ってる。変なゾグリアわかる。男には手を出すってこと。ほどけサバサファンに女の子いっかな。手を出してもいいよ。ファンに女の子いたかな。配信 JK めっちゃいるからな。ファンの男さえいないだろう。相手のモンスターには手足が来るのに。あれ通常とかあ、メールを良いコメント使いました。ツイート3.20000表示らしいから実証コメント書かれるタリーさんはまるまらえるのやったらおっさんバイなんでしょ。よくしてね。あれ、ソムちゃんのコメントしようごめん。どうなっとんや。最近の動画はどうも綺麗。レインのハート、ハウフニス、ムドラ。こちら大当たりでございます。いや、小当たりかな。今さっきしたばっかじゃん。いいよ、来いよ。さっきサリークで加えてた相手のいくらを出すのに。およよん。おっさんの発音はインフルエンサー。やらしい発音はインフルエンサー。なんだよこれ。ここの視聴者性別ないってまじ。キン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 スタンド作れって言われてるんだけどさ、いやだめですよ。死んだら使われんくなるからな。どうヨセブユーやぞ。ステロイドは一回こっちを勧めしてるインフルエンサーいたよな。俺たちやいだよおっさん。キンキンキン正直もさえしすぎく。キンキンはあのがやかれるやかれる。別に今そんなガチでランク盛るつもりないから話してもいいんやけど。ってのお笑いだねおっさん。いらないのか。子供が元気たりに喜ぶのでも出してください。花札デッキで使えるやん。ティアラが死んでもいつが生きてるなら切られるぞ。俺たちが愛な将来のグノットにならんから全部出てきすべき。そうかもしれん。2023年5月現在トリでもティアラは優勝してます。ティアラってライは返してくるん。ちってええんやで。ゴーディス当たったのってあれダイヤ5やったっけ。うっす。むしろ未来行った方が強そうな感じある。そういえばダイヤ1に行きそうなデッキをまくってのやってないね。5だったような気がする。なんでガルグ返し大変し、ゴーディスはダイヤモンド好きだよ。BF 結構強いのに全然おらんな。その視察でめくれるんか。まっおっと、ということはいや無理やな。無理です。見ないんか。バルグ帰ってきたの方もあらよな。スコープ用されてるの含めてバルグはシンクロ強化で試験的に返したんだろう。毎朝しようか。無理やな俺サリーク。トイレのデッキ排出がきつい。パリーク2枚じゃさらんと無理。バイトも除去せんと無理やし。 BF マジで強い。まあでもここであれやな、ルルカロスの効果切らない。でも一緒か別に。あーティアラに言う人がビールに嫌いやるな。ハーフニスあります。あーね。あーレイのハート、はい、ハートベープサリークビーフの着草にも着草が大切って感ある。クリームかビーフのピンチ。今の心相手はフライト想定で動くだろうし、全能の人だったか。ゼビロスをもらえるから見つかってった。ビーフちゃんのと同じくらいでないの。何中の捨てない声を出すんや。エピュロスBF 戦法アンギルもできるし、2段でしわらえん超えてるよ。無理無理で無理。ゼギュロスはデュエル中1回しか使えないやろわい。ちゃんと増えてる。 BF 数引けないと展開が多くね。無縁に送る要望の金がつにクリッチ調べたら、ティアラ室汎用墓地としかして2枚あるクリッチ約 95% くらいで絶対ってなったわ。カレイドまで確定か。もう終わりだよ。お前するか。まずい。悲しい。いやまずいってこれ。大きし率がね。社内。出ます。10%。危険です。指紋一枚で動けるぞ。妨害なければだが、デビフラテラフは禁止でいいと思います。ハイハイティアラティアラ楽しい楽しい。はい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 。ジャワイの人は毎回 10% ってことか。美味しいよ。定期的に現実を思い出するティアラ。危険。危険なゾーンやと。ティアラ相手にここを出せるビジョンがやりすぎてるもん。
フルアーマードした時点でギャラ側の処理結構だるいからな。ベルレイの盾力サウスおばさんしかないし、楽しい。ゴッチスはなやステージで少ないし、あんまり強くないからな。おっさんがゴッチス使おう。ゴッチス当たったけど先方取られないのは出ることないなって感じだった。おっさんアンケート回答した。たまにキャラに会うと連日思い知らされる。今日のワンタク一冊に行くなくていいプラネ。ダイヤゴのゴッチスは負けても下がらんから使ってるからで、4人はいなそう。このゲーム位置になったら面白くなるのだ。キャラは何よりも長いのはネック。アートラクターこれはあれかな、あれっぽいな。名前何やったっけ、スリーブのやつ。おっさんは譲って差し上げろ。最悪のゴッチスのロイヤルは出ました。嬉しい。おさわり、おさわり必須必須バーバー集団。大だな、 45% なんて失するじゃん。ふわエクシスター、この時1年はあなたは増し変わんないかもっすね。エクソス、おさわり必須バーバーだって楽しいよ。環境に行っちゃえばゴール舞台に帰りたい場面しもし、いいな。デッドリーフゴッチスか。何もないコメント好き。ゴッチスにはドラクター流行んのババア。このゲームで面白いのはデッドコーチ考えてるとき、当たり屋は一人だからお姉さんだろう。取り付せよ。スイフにもことに対したガイアになった瞬間にガデッキの方が増えたな。ゲームは楽しい。肝心の OCG がクソ大気荒系だ。触らず殺されババア集団男の人。おお、お相手やるね。おばさんだと結局ね、今の遊戯王多様性に配慮してないよな。ゴッチスは偉いにぶつかうから頼りにするセットで、一方にお姉さんですか。こんちは。こんちは。ノルノスケです。これ無駄なんですよね。1枚どけたところでドローは止まりませんよ。ピッ、そうなんだ。特殊性専用車用なんですけど、多様性とかいう身代わりのいいライブ取り合いだよ。記事には気をつけよう。デッドリーフで側にあるやつ3枚って点数だけ。強気なおっさん好き。もうあれどうしようかな。マップどかされるのが一番やばいか。こちらが相手付き合う。スターアイデンとスターアイルの攻撃。そういえばおっさんは二人でやる点々やった。女が二人。やってないの。ライフ突破できるのか。相手の展開中暇やから、もらったファンアートでも見るか。右下は真っ白に。相手の宇宙展開を眺める僕とズンダモン君のファンアートをいただきました。宇宙ズンダモンなのだ。エッチなモンスターローズはスライトエルフが一番で決まっただろ。注目ポイントね。ズンダモン可愛い。絶妙な顔。最悪の宇宙。宇宙展開。ピンク？可愛い。いいね。おっさんのファンアート多いですよね。良いです。ピンク？いいえだね。俺らも相手の展開中心ながらおっさんのコメント欄にいるんだよ。ピン様もいます。ズンダモン可愛い。ピンクさ。真ん中邪魔やな。微妙な顔していいね。おっさん綺麗すぎじゃない。おっさんこんちゃん首にピン刺さってるぞ。和やかピン刺さってますよ。宇宙おっさん、おっさん見てしすぎ。宇宙猫か。ピンが刺さっております。ピンさん可愛い。ピンピンクさん、ピンくん好き。ピンさん可愛い。ピン、ちなみにこの人はあれやね、ロックスに変えてるな。宇宙のピンじゃないか。人をライフハートの効果をご存じないシーンやったのに、ズンダモンの強いのさ、あれ首じゃなくてピンが刺さってるのって。あのスタンプのピン変えてくれた人を、ピンでなんでピンキリがおっさんがこんなに可愛いわけないやろ。ピン様気弱いでさ、もっとおっさんを汚い。ピン様、おっさんこんにちは。背景可愛い。首の代わりにピンが刺さったか。ほらやめよピン、そんなの刺ったりするぞ。こう見ると結界像のようなって言われてさ、汚い足もつせ。おっさんをファンアート描いたらピンのありしょっていくと栄養を取り入れないようにして、だんだんと筋が進みながら最後に出たい。普通だね。おっさんこの人には仕事になれんでも失禁のもん。やばいんじゃないの。やばいです。何やか。ピンも張りにいたら内臓も抜いて死んじゃうのかな。次のターンじゃないか。画面直しとけ。何がやばいか言ってみろ。不安やもんな。破壊じゃないもんな。行ったわ俺の。タリファンアート一旦消してほしいです。負けヒューン邪魔だよおっさん。悲しいな。
首都ホワノはフライフコストが地味に最善の大西洋でした。西洋地さどうせ負けらしいハートそのままで首都と回復されたよ。ハリファイバーってのなんかカットされてる。ペンタリにはメンファンを追加してルールに入れないようにしよう。キスさんはコーナー以外に強い。でもどうせピーステッドに突されるしさ。あエクソシスターどいつもこいつも風呂入ってやつそう。ほらバテイスやろ、あれバテイスです。おっさんよりを楽しい楽しくなきゃやってねえよ。キスさんは環境の一角、キスさんはリステッドと組んでセクシー。誰が楽しくもねえのにやんだい。そうな強いよな。入ってない方がええわ。お前一人それな。お金持ちの家で風呂入ってるよ。エクソアイム風には立ちる。バコはエクソシスターはむしろビーステッドと相性いいぞ。それはそう、それはそう。シスターは容易に送ってくるからさい。お金のために知ったのか。シスターへの私が強いの悲しみ。王子は若くお金が必要。言えないで。あれ、配信できるのことないって言いましたよね。収益やぞ。ないっつってんやろうが。殺されたのを楽しいと感じてるんじゃ。殴るぞマジで。この環境を楽しめるのはすごい。霊災協会へ。相手のショットプレーでも勝ったら楽しい。シスターも引っ張らないのか。そういえばやめて殴らないで私が悪かったから。ガチガチに凍らせた。機嫌悪いの。ガチガチに凍らせたこんにゃくでこの何ガチガチに凍らせたこんにゃくをさ、そのギザギザにカットしてそれで爪をこすってやろうか。ねえ、うん、これで泣いちゃうぞ。スラグだ。ごめん、何言ってるのかよくわからない。配信中は怒らないんじゃないの。こん今すいました。ハリウェア悪い。ハリウェア悪くてさ、すんなり。もっとまとめてから喋れ。脅迫罪まとめてから来てください。考えをまとめてから喋って。さ、そうですか、頑張ってください。何言ってるのかわからん。面白くないからもうダメ。考えてから喋ってくれ。エクソシスターは復活してるよ。攻撃する前にギザギザに切った方が楽だよ。自分見よ。発言に気をつけられてやない。メタリックネクロまでつなささらへんのかこれ。ここでは勇気の低さだって。喋ること考えてから喋れ。聞いてる聞いてる。わらって思うやんか今のは。あれやから、今の何の日、あんまり面白くないな。犬手釣りに行きたいね。ちゃんと台本書いてから喋ろうな。お、そういうボケ。大きな池にあるのに ちゃんと言えよみたいな感じのこういうタイプの今のボケ狙ってやりました。実はなんか一見ね、一見そのなんか語彙力内容違反わらわらみたいな感じに見せかけておいての、見せかけておいてのそれなんです。本気で聞いてるのか冗談交じりなのかわからん。怖いぞ。ちょっと説明するやつ。怒ってないって。怒るわけないや俺。そもそも怒るとこなかったやん。口臭いので喋らないでください。本当ですか。もういいよ。そういうの説明するのは。それもあれよ、おっさん素直に怒っていいのよ。フェイントかその説明からしてくだぐだ。口臭さつまんねえから半年生まれ。お笑い上級者じゃん。冗談じゃん。って言ってるけど誰も笑ってないみたいなやつね。どこだんじゃん。手動お願いします。ヤグがコードして理解できなかった。そうだね、ボルトレインやめろ。必死だね。バグバグしてきた。ちょっとうるさいんで静かにしてください。はい、だからそっち突っ込んでくれただろう。更年期ヤグは寒くても愛してるよ。まあ面白い。おっさんって怒るのは下手してよくわからんタイミングで切れるタイプでしょう。うるさいでくさ。そもそも怒らへんだよね俺。怒ることがね、日常生活をして自分で言って恥ずかしくならないの。切れそうになってきたわ、そろそろ。ああ。できるぞ、コモン。攻撃表示でいいんじゃないか。生範囲に感動した。確かに。カチンとくることもないの。よだれ出しさつ。ある？じゃあ最近何が起こった？逆に。ああ。大きな声出したら抗っちゃうから静かに怒ることしかできない。動物園にいるときってこんな感じだよな。30超えて昼間からカードゲームやって楽しくないんですか。アップなった不正食いミラフォー。いや別に割れるんよな。でもどうせおっさんが試食しないことにイライラしてます。あれはミラーフォースのような逆転のカード。俺はごめん、俺が悪かった。エムリーってゲームでプチッときましたね。バロ優先だな。ベリヘル読んだらエニゾンビがレムの方来て怒った。
もうやめて、面白いからそれ。これ面白いくわ、さすがに。さ、笑いしやろ。さ、さ、ユニゾンビソ、そんなにかわいそうすぎる。被災。デブの方じゃないみたいな言い方な。じゃあなんすか、ユニゾンビの狩りの方ならよかったんですか。ユニゾンビビー、それはやばい。さ、細い方でも言えろよ。細い方はいいんだ。ユニゾンビ動画売ってます。ユニゾンしよう。普通に面白かった。抱き心地いいデブの方がマシだろ。かわいそう。細い方来てもゾンビだしな。ユニゾンビならどっちもダメだろ。ユニゾンビのデブの方ちゃんと生活してくれてるのかな。ちゃんと融合した。チェンジした。チェンジって言ったらマシー落としてやんわ。クソ。上に鳴らしたりするぞ。マスクチェンジしよう。シンクロした。すごい。引きつつ、これバランスさせるか。シンクロってそういう。ここに来たな。久しぶりに俺の中で来ました、今のコメント。リサ。ババとシンクロしようか。あ？あ、とかもうこれ使えてるの？出前で両口は良さそう。ダメでした。でもこれ2回攻撃で勝ちいいじゃないわ。まだあれか。お結構あれじゃないな。緊急同調ミヤホ。ユニゾンビのレブの方ってワードは面白い。普通に面白いと思う。怒っていい。ミヤホスのような視点のカード。ヤホはノバでケアしよう。ほだら。サムネにジランチスもウォッチスもいるのに環境にもデッキには一切入ってないの先だろうさ。探してんのよ。俺が使うとは言ってる。探してる今。ゴーディス、あの、一回だけ会いました。アイテルビジョンあるんだよな。あれ、俺今コイント使った？あったよね。サムネ詐欺ですか？でも。なんてない。出ません。いや、少ないね。感覚もい。ユニゾンに失したような昔はただのカードだったのにさ。食いたいけど、パックがやめられている。ゴッチソースさんに汚されながら作るからチッチしてます。よく見たらコインにしよう。コインの昨日からだいぶ強い気がする。まあ 65% ユーチューバーはサムネでつってなんもん。まあ案内に中に当たらないな。あちら当たらんな。ならティアラも少なめやし、メタデッキが多いね。怖い。コインプキンした。あなたを石材と物損壊罪で訴えます。理由は無常大当たりですね。エクソそう、ゴッチスイッチ好き。逆に言えばポイント深くても内容きついってことかな。まあ 65% ティアラいるのに少ないとは言い出す人もいるし、たまにライブのサムネにクリックしたらアーカイブのことある。バルキオン見てみたい。ゴッチス、もっと強い YouTuber に紹介してほしいデッキだった。コイン買っても流力だけな。結局このデッキにはジランチス入らない感じです。あ、別になくてもいいというかな。エクストラの空きが少なすぎるから。エクストラを横にたびに巻いてやるのが生きよき。中競争だけどな。ガイア入ってからあんたの方がマジで勝ったな。右上にライブって赤文字で表記しているのもアーカイブ詐欺に当たるため口が有利です。エクストラに10枚にしてほしいわ。環境破壊は気持ちいいぞい。下げっこのありさまだからな。オズサイ持ってんかい。ジーランチ出せるならそれなりの展開力を要求されるし、出したら出したなりの採用理由は欲しいわね。オチソ恐竜の超新タイプで使ったらちょっと楽しかった。いやマジか。
ハンダ強ない。こんな持ってるもん。うん、さすがにとなるとセット1枚じゃないかな。セットって今どの反応強いのくらいは対面のエクソ大体ぐらいで止まらない。あの時は止まるんやけどな。タニアエクソシスター相手かにつも反応いい。持ってったらカスピテルで裏やつだった人30枚も見た。そうやろね。お礼してしたな。エクソシスターにはフィルタリングスで描いてます。こいつは全部除外すればエトモンテープは嫌い。さすがに1セットじゃない。多分こっちやと思うけどな。なんとなく真ん中な気がする。あのいいね。実際なければ裏扱いたくない。どうせ引かないし。客足りないか。全部失礼やんけ。強い。ビタニア走ければご自分の回復させてることには JD やんけ。同じ客スタリなのにウォッチと使用感が段違いなんやな。なんだかんだ言って動き方はちょっと同じなエクシスターさん。不利害は仕方ない。謎のつかないいきなりキックさ。クセは当てしかな。迷ったのはちょっと怖いな。二部制以上の場合、大抵の人は最初に切った方が重要なカードで出す。わーい。最強ハンドメン。よ、それは強いや。良いねー。よ、バイ。さよならおっさん。それそうじゃ。せ、うわ、欲しいカード全部。これで売らないやったらお前、俺は。人間の全部売るやんけ。もうダメだ、おしまいだ。ネリマカッカーいる。殺に無駄がない。デッキのカード全部引きせよ。強強反応。強先輩 GOC。スキャンまで行けば。ワンキルしましょう。え？おやおや。え？まあ、トライヒゲとは思わん。伏せ、パワカ。オス、神の大会でも出てきたで。ボロさん。バランコにしていき。この展開してクロークルの読めないの強いよね。握ると書いたらあれがあれ。バレてなかったか。うん。バテイス。いや、あれ、バーディースやと考えた方がいいんかな。バーディスってなんかおっさんのせいで絶対入ってないんだよ。トライヒ出てくるやつやんな。トライヒ本当に携帯されないね。フリーチームにトライヒするのいいね。なんていうハイオントライヒ。展開していたら多分除去されるからもう殴ろうか。どの道も行くした。うん、そんな機能あったんか。行きます。便利なんで使ってください。相手のこれどういう効果やったっけなーって忘れた時見ましょう。相手ができる人おったら怖い。関連カードから。協力者にトライヒが環境トップになってたんだろうな。これレインシル。
ライヒハイオリンクさんで使えるのいいよね。マスターデュエル候補としては最強なんだよな。ナイス。トライヒ形態に近いホースチームの疑い。わえ。マスターデュエル候補と弱い優秀スキル。トライヒの指示するって他の場を全て平行するって効果なのかな。エンドかな。弱いけどな。ヒクさんのワイン高いもんな。はい。強い、本当に。本当に強い。まあ、フィニッシャーやからね、こいつ。いいですよ。ソリティアの下にいいゲームでもやらせてほしい。トライヒル信じよう。いいゲームやらせてあげようか。実は、この配信ね、ミニゲームあるんよ。うわ。俺の配信だけやねんけど。この、素材さんタイプ出なのがたまに傷だけど、なんで再してないんだ。このおっさんのね、マジ風年の結界像を、本当優秀。はいはい。あの、これがね、こんな感じでこう、こうひょこひょこひょこってこう出すから、出てきたところをタッチするっていう、ね、中年の結界像を叩きっていうね、ミニゲームができるんやけど、やる？で、時間内にどんだけ叩けたかみたいな。わー、楽しい。面白い。燃え先へ。もうすでに臭い。いらない。ひも、帰って。畑やるぞ。くそげ。もういいよ。面白い。やりたいやりたい。おっさんそれ面白くないよ。中年畑はもうやってますよ。そうなんだ。夢にできそう。自動ですか。配信止まっちゃう。はえー、本体寝かせろ。タッチすると配信止まるよ。へえ、考えたら無駄なこと。今年遊んだゲームで一番おもろいわ。何これ楽しい。おっさんネットで叩いて。飛躍的なネタはやめてくれ。おお、やるぞ。おお、おっさんの結界像をライブミリーで動かしてみたい。いいね、毎回早くて出ねえんだよ。これさも挟みつつ皆さん喜んでおりますけれども、タッチしたらどうなるの。低評価の違ってはしちゃうよ。もう叩いて壊しました。練習してください。間違えて低評価タッチしました。無理だ、貫通。マジ力強すぎる。世の中はとは一瞬で服のコメントを稼ぐ男、超絶面白い企画ですね。ごめんな、動画止まるっつってんだろ。制作やらずの権利を他人に言い合わせるな。ムカつきすぎて画面壊しそうになった。5人のおっさんの頭を叩き潰しました。ごめんなさい。マスターゲルよし、おっさんって面白いんですね。もっと動かして。神ゲーきた。何を食べたらそんな気分発想できるの。コメント稼ぎ上手ですね。マスターゲルよ楽しいゲーム。リアルタイムに面白いかもしれない。コメント稼ぎって何やねん、そもそも。何コメント稼ぎ。コメント稼ぎとは何か。まずそこからでしょ。中年の結界像の歌って何だろうね。憲法維新なんとか。何を考えてんの。コメント不時期。怒ってないですけど。全然怒ってないですけどね。おっさん金稼ぎ上手ですね。1コメントあたり 0.1 円なんでしょう。1コメントあたり 0.1 円なんやったら俺は全力で稼ぐよ、そうだ。じゃあ何だ、うちの配信ただでさえコメントうるさいよ。急に聞いて怖いわ。ニコ動画コメントすで金稼げるけど YouTube はないの。バナカード、人生の進捗。ニコニコでコメント多いとなんかあった気がする。うるさいでくさ。そうなんや。ラーメン屋で見よっていくかのように。俺ニコニコ行った方がいい。しっぽちからの真似してるもしかして。質の悪い YouTuber とは言えん。お相手バレがイタニアクイズ出してきたな。これがリタニアでしょう。おっさん、これのオカルスタンか。おっさんの動画に出るときに人生の話するのは禁止カードっすよね。その記者人形早く片付けろ。小学生でも片付けぐらいできるぞ。それでもコメントの流れが多い方がリスナーが長いしやすいで。ニコニコは勝つでしょう。コメントが流れてるとやっぱ盛り上がってる感が出るからね。ニコニコは収益化してもあんまり儲からないよ。ニコニコのアプリとかや文化まで残ってるの。おっさん愛されてるな。ってんじゃない。金券とかスマホまで知ってる。座るな。ああ、なるほどね。割られたくねえからって。金も会えるなよ。おっさんの配信の毎回お金玉の話から始まるようになっちゃう。さらんで。はい。ああ。早くおっさん発揮ゲームやらせろ。 BF はいますか。 BF おらんね。マジでるし、カットでくさ。でもコメントしてる人名称多いから、秘伝さんでリーソー意外とキャラメンツと当たんないな。俺は見つけちゃってるのに。わかんないつもありがとう。おっさんの今日当たらへんな。こんな低レベルのコメントっても良いんだ。楽しくなっちゃう。買って。おっさんの良いプロミンなら言っていかない。高いレベルのコメントは。待って、
DF 展開のスキル究極封印シエムズリオス息ができる匂いリターンニアフライチいるけど8割ティアラだよ相手マジでティアラ多かったなぁ DF はエレクトオーシスで当てないと難しいからな待てようよこれ一回殴りって言ったの？半か。何個だろう？微弱パンチ来るか。一回殴った方がいい説もあるけど。フライチクのような割り勘すごいね。BF 展開考えればドラクターからも結構動けるの強い。BF でも電波アンクやっても来た。男だったら女は殴っては返せる。パンチ、ボッチ差し返せんのもいるのか。一回だけでしたよ、ミコル。美容演出もらえないのかな。これさぁ、多分トライヒー、じゃあライヒーで蘇生してバロネス作った方が強いんよな。火球というかそのこいつらがおるとき墓地触ったらあかんだけど上からやばいここで一回まずライコビアの効果使ってあるやん嘘つきなかったか嘘つきあるやんかなんでどういうことあれコッパさあるのかよわらわらあるやんあるやんけ嘘つきてきたら失ってるみたいな考察されてなかったっけ失ったれたな見たいでしたのにわらなんでだもうペアがないのか あれコッパわら慣れっかわ時間の時とかなんで打たないな次回結果は強いカードしかないねわろたリスナーはおっさんの敵だぞめっちゃ引いてたもんこれはエリスを好きかなエリスエリス3枚いってるあ500のかわいいパンチこれ受けないのになんでエクス使ってんだよオフにしてたか忘れてたかなんか買ったなエクソランかなエカテなのかい男女両道パンチほんまあれやな不意打ちでトライヒ出てくるのがすごい強いデッキ板もペアがなかったね一三体打ちたし何で来てたんだあらなんかあったなんか知らんけど買った衣装スキルタンかデッキのエクソ行ったのかおっさんの秋に会えたか混ざった気の前おやしいですいや一緒ずっと一緒よお前の顔前のベーラー悪くたうわ出た追用素早い暗黒141ニュークリアワールドの構えやん一番強いやつこれ一番ではないわごめん嘘つきました嘘つきやばってないといけないからそれかジンやめて裏側はいい裏側はいいかよくはない殺立ちを知る殺要求値高くてくさジンは弾ける相手ボスより引くぞなんで嘘ついたのハッピーセットハッピーセット嘘つきはおっさんの始まりよこれスキップかはデュエリストの始まりでしょうだからニュークリアで持ってくれるからこれでいいんかこれ盤面埋まらねえっていうか盤面埋まらどんじゃないかなメーラの相手ならおっさんにお任せ盤面埋まらどんラポルト予想喋った盤面埋まらどんじゃないかおっさんこんにちは
今のクソ息がうるさい方のハッピーセットめ。クソ息うるさくない？持ってますね。メタビートでしょ。いや、メタビートは誘発なんて積んでないね。うらあら、いつもありがとう。観光止められるのはオッケーなんで。助けひっくり返るやつ。古いな、だいぶ。経営力良くなかった。良くないでしょ。いや、何年つことる思てまんねや、素早いスケアを。変態よ、なかった。単一ねえからな。単一ね、失礼。あんこに単一がないため。単一年強い。あ、単一年コカードだもんな。そしてね、皆さんここね、ここ間違えといてくださいね。ここフォーマットスイーパーの効果使わないんですかっていうツッコミが入ると思うんですけど、効果無効ですからね、これね。はい、気をつけてください。ここ雷気に変化することは無理です。ライトハートかで気をつけてください。ここリンクリボを経由する必要もないです。概要欄にも書いておきます。いつも通りね。テストに出ます。何も出る。勉強になります。むしろ相手使って相手のプレミアを誘うやぞ。フォーマットスキッパーの効果使わないんですか。あ、ぶん殴りますよ。リトルーパーでダイヤ行きました。何でもこうなんですか。コメントに固定しとこう。何で効果使ってプレミしてくれないんですか。本概要欄にだけど何で書いてあるのかわからない。なんかそれ関連で嫌なことあったの。すみません、フォーマットスキッパーの効果を使えばライフハートと習慣が決まったのか分からなかったのですか。なんかの時にさ、なんかの時に先月かな、先月真面目にランクもやってる時に嘘素敵コメントのやつがあって、ね、あれちょっと面白い。あの文化ちょっと面白い。クソしょうもなかったんやけど、なんでウサコで表示でしたんですか。そう、そんな感じで。グリホン、グリホン。魔法の人に紹介してほしいデッキだってコメントされたおっさん。あ、うべ。そうなくはない、別に。このグリちゃんは強い。あ、 あ、こんにちは。チビジョージュースみたいわ。リフツリンクを攻撃表示で出したらダメなんだ。知らなかったな。武者チビ表示は燃やするやろ。この盤面はいいと制圧力高いね。武者チビ表示で出してみたい。いつも召喚剣使ってない。召喚剣使ってない。挨拶しただけででかい声ですよ。召喚剣を使ってないんです。挨拶されただけでめっちゃ面してくるの子は、やったぜ。もうちょっと遊べるどんぶり。おやまじ。よっ。どんぶり。マンダラ、銃声。アクセスか。よっ。召喚剣使ってないのはやってんな。バルタロー出る。バルタロー出して。バルタロー出してもう一匹余るんやが、これ。おっさん召喚剣買ったの。ワンフォーワンとビーバーでここまで伸びるのか。まだまだ。ピンクはトップ弱いから出ても、トップ出ても弱いからもう出しとる。やれるとタイムアウトして。ポテトスマッシャーの人だ。ピンクはモデルの強いな。下手なピンクは、はい、神殿バロネスエブリフォントライヒ。気をつけてください。ピンピン。マンタ君残ってるくさ。ちなみにこの盤面だと、マンタ君だけど、このハズレにすんのやめてください。盤面だと、何が右端に残ってるのやだ。これは強い。不安だリーズにほぼ刺さらない。さすがに勝ったやろ。
揃い目はグリフォン守備表示じゃないんですか。バウネスって芋もピンクなんですかね。あ、そう。右下の愛で所管権の繰り返し確認できるのを知ったわ。なんでバウネス守備表示なんですか。ちょっと待って、相手の名前エロ猫やねんけど、エロ猫倒しちゃった。ふわふしゃん。あら、出たね。上に見たぞ。てか、ブラネスとウルワイズのコメンスって思想前のプレイでも横直すね。トライヒ、田んぼのじいちゃんに来る。田んぼのじいちゃん？ハハしてるおっさん。あやだ、エロ猫ちゃんだよ。エッチちゃん、ブラケやん。全然エッティなデッキじゃない。エロ猫ちゃん、何やってる。猫ライオン。ここだ。ちょいちょい、ちょいちょいな、なんかな、ちょいちょいおるんだよね。勝率いいなっていう、やばい名前の人がおるよな。あまりパチカス。なんでティアラはあっちだろ。発情してる猫、なんかかわいそう。お気持ちネーム多いな。今までは何だったんだ。マジお気持ちネームやめようぜ。お気持ち猫さんなんでしょう。将来ってマジで。なんでキャラメンツ使ったら捨てるのに使わないんですか。デッキから落とされるとターンを終わらせるエロ猫。ティアラは魚だろ。エロジーみたいなヤンスだろ。名前なんて言ったら地味に立ってるな。それとも似てないしな。お気持ち本当かい。ロマンジゴッチスイーツも意外とだけ魚環境か。お気持ちネームでやってることは結局先方制圧なのなしでしょうもない。高校によってもやろう。お気持ちは運営に行ってくれ。俺に言うねって姿勢姿勢を持つ名前多い。名前でお気持ちする楽しいんかな。自分の名前にて笑えると思ってる時点でロマン。よし、かなってこと。じゃあ素早いふさってなんだよ。強いしさ、先方の場合。先行強かったけどな。まあでも妨害にいいしね、これ。リベンデッドボーン。先方なら強いしさ。ベンデッド。なんだ？知らねえで来たぞ。ベネット、スワイエムもももいるんだからスワイエフさんも親戚のギアドルでもいるぞ。いや先方だってそうだよ。普通に高校も勝ってるから。かっこいいですけど、まだ珍しい。ベネットのバリュー地味に強いぞ。ベネットはダイヤに。なんだなんだ。知らないゲーム来た。ゲーミングフリー。ベネットやれるんか。ベネットは展開用の素材かな。儀式。こういうのが面白いよね。キャス、ベネットさん。お前これ。ベネットは珍しい。これ大？そういやちょっと前に今日来てましたね。ストーリーかな。わあ、何のデッキやろう。あ、強力んじゃん。ベネット。お気持ちネームの 99% は社会に居場所のない人間です。スポーンみたいなかっこいいやつ。あのね、ディバイナー使ってってことか。ベネットかっこいいよ。初期によく行ったのよんです。何がすんやろ。パワーツールブレイバーとか飛んできたらだるいなぁ。ベヨネッタ。懐かしい。昔から見るデッキ組みに出た。ベネットは頭のおかしいカードが存在すわ。なんだこの結構ベネットしっかり入ってんの。ヘイタフシ。ベネットがフロモードで引っ張ってない。これブレイバーやと思うけどな。ヘイタフシ。ブレイバーやめてくんね。ベヨトネの強力なんだ。ワンキューの構え。私、ベンネットからワンキューのお供ができた。ワンキューのイメージ。アンネットを殺すアンネット。へい。7.8 やからきつくね。出ねえよ。初めて見た。珍しいカード採用してる。出るよ。ダイヤのこういうデッキが一番見てて重い。ブレイバーは。パワーツールシンクロモンスター、またはレベル7、8のドラゴン族シンクロ。レベル9じゃね。出せる出せる。電脳世界でよくできる試合カードなのな。ワンキューはリシバールキンの方では。リシバールキン。こいつはワンキューじゃなくないか。ただドラゴンシンクロ出せる。ダイヤまで来てるからエンドクソだ。ベンネットは割と前に来た強化で結構強くなってる。パワーツール系は出るんだな。なんでブレイバーがいないんですか。パワーツールに関してはレベル制限ないんだな。そうそう、パワーツールの方は何でもいいよ。レベル9でもパワーツールだからか。うん、今かはリスナーだった。パワーツールだからいけるんか。出せるんだ強。後半ですってどうなんだろう。エボリューションシプロンと同じ感じのパワーツール系ならレベル関係ない。バスタードだからブレイバーでに来て前知らんかった。役バーサスツッパー効果使わない人間。あいつパワーツールか。そういえばパワーツールのこちらもナイツ壊れ方してるのにレベル制限ないのか知らんかった。あ、学び終えてしまった。おっさんこんにちは。今日はポインも試合も勝率いいですね。みんなおっさんにしゃべっか。僕のパワーツールも出るのか。あいつだけドラゴンじゃないから変なテキストになってるんだよね。なかなか思いっきやな。学びためになったね。ちなみに俺がなんでその子そのことを知ってると思う。ヒントや。なぜそのことを俺が知っているのか。なぜそのことを私が知っているか。これが君の動画のヒントなんですね。やられたことがある。やろうとしたんだろう。わら、明日の動画ですね。わかりました。明日ではないけど。おっさんだから悪用しようとしたから。3日後ぐらいかな。コアも使うの。悪用しようとしたから。いいよ別に。次の動画ってこと。まずケースデッキを使ってるのか。おっさんだから自分でやってるからやろう。おっさん変態。ネタバレになっちゃうからな。前に相手にやられた。しかもね、多分ね。次の動画楽しみにしてますね。このタイミングでの強力金って使い方多分ね、わかると思うね。わかります皆さん。楽しみ。このベンネットの展開すごいな。
自分がやらかしたから、もう1個目の動画をネクストスさんのヒント、匂わせネクストコカンズチンプ1個目にまた来てください。本当のピッピンのハンネスを見せてやりましょう。本当まともな人に使ってほしかったな。ソルキンメアルッキで使ってたのに効果忘れた。次の動画か、ネタバレやめてください。これは見るっけないな。ベンネットってこういうこともできるんだね。最強エグゼクター来た、やばいね来たぞ。除去力高いレイヤルエグゼクターだ。まさか機械力パワーツールを活躍するのか。ロイヤルか、あれこのエグゼクター効果もいいのにじゃね。ネタバレして困ることあるか。匂い、ユンフィールドの他のカードを相手は効果の対象にできない。盤面そんな強くない。死ぬか、フックだった。アクセルシクロ、何かな何かな。レベル5以上のケーキや。なーにかな、なーにかな。なんだその 5D の最初のやつ。素材にしたベンディストの効果も売ってない。え、なんすか、あるんですか。はいはい、ディシティに使った素材見た方が良い。影響系シールできた、アサリアシーを得意たい。素材にしたベンディストの効果ももらえる。影響で見える。今日のおっさんはこれ。こんにちは、ブラックフェザーで世界に臨め。無理に決まってんだろハゲ。誰に怒ってんの。ソロモードでそんな効果もあったね。おっさんは入ってないだろうが。エグゼクタークリックして影響ストイ。おやおや、イキリシャベリレンデット、フリキルガイだ。BF割れ気強化もやってもランクで1点ぐらいしか当たってないな。急な島ネタでフッとなりました。まんま立ってないな。BF の栄光があるため、ブラックフェザーは国の大会での優勝経験もある。大丈夫だ、問題ない。心が入ってるぞ。挑むのは BF じゃなくてもいきますよ、ボス。そりゃそう。ロイヤルフルアーマードまでくれたのにかわいそう。強くなったらマストラムで来るぞ。いやこれね、普通にあれの方がきついんだ。ユニコーンの方がきつい。1枚出してきたらできる BF1 級楽しいよ。マンタ2で送ったんか。実際フルアーマードは太っ腹。マンタ2じゃないと、あ、いやあれか、アンコ落ちてるから別に良かったね。それでも先行方向強いぞ BF。 運営は本気で BF で TI 一目させると考えてるやつ。はい、こっち守備ゼロやんっていうか、センター内に効果あるんか。あ、そうよね。でも BF は言うと先行番長だし、出力はなさそう。BF スティアラに行ってる。本当に機械を乱すならティアラメンツの理由は、ベンデットリボーンに対して、703の税金はまあ強い。小入りと殺された副首相にだからね。召喚機余ってんのよね。また。このユニコーン裏山。マジか。召喚機余ってたんやけどな。いや、ほな無理か。パクリノのスチームが脱北してたから BF でどんな使い方するんだろうと思ったけど、全く使われてなくて泣いた。ベンドットのストーリーは似てる。ケツ穴、よし。これはひどい。ボキツのおっさんを召喚しよう。相手リボン使ってたってか。アイスースないの。今声マンタ。これは、こういう時に来ないマンタ。右手光らず。惜しかったな。いや、無理やな。謎に打点の高いコールトーカー君、あのベンデットって単種領事じゃなかったっけ。え、そう。レデッキやなもな。安いな。安くね。メインクソ安いが。あ、ディバイナー高いんだ。コインガチ、勝ちなの先行番長って感じがするな。ベンデットのかっこいい罠が入ってないやん。はい。
そうっす。次の動画の参考にしてるおっさん。すごいぞ。スチームは7のあいつが来たら本番だから。もともとベンデップ自体は安いよ。ディバイナーは早うぞ。俺ディバイナー未だに持ってないんよ。ホブジュニアン。ホブジュニアン。エクストは高いね。マジのベンデップデッキじゃん。エノアールヒスの強デッキだぞ。ディバイナー汎用で持ってそう。持ってなかったか。わら。ドライトワン君と気作ったわ。S と R だけど幸いかのよテーマ。なるほど、こうやって歌探してんのか。言うてそこそこ勝ち一番目はあと一歩まで行った素早くたちは頑張った。エクストラはお前らしいやつがほぼないから。素早いでもアクリプレアラーがしたらな。ディバイナーでスカルライダーのサポートをしよう。可愛いから生成した方がいいでしょう。エンド。ディバイナーでバウネス作るのあれ本気合い。単位じゃないって偉大だな。インセス。お相手しまってんね。誘発の匂いだったか。これはボーズの名前。ありがたい。そっちの方がありがたいね。いくらうまそう。先方取って何も一時ターンは勝つのが一番辛いよな。ってことは誘発に以上はありそうか。ありそう。誘発行為用とかあるとちょっとしんどいか。何をピクってるん。ないやないかい。いくらです。いくらもプニプニしてます。いや、なんかある。キッポー勝負スピードアドかもしれん。事故ってるなら何しても口やろう。当時3枚とかなら重いのに。なんかもう一個ある。あ、ケルドー系じゃね。クローかな。キチ相手のデッキなんやな。まあだってあれが落ちた時に反応した。ドラゴンサンかもしれない。あんこ落ちた時に反応したから多分そう。インターン少ないからグラドンたくさん取れるんだよな。合いそう。最初に血はほぼ何もないのと一緒。リディクロワとシコリアスといえばケルブ君はワンを作りたくない。痛い。初夏の支柱遺跡こんばんは。おっさんちゃしいいね。いいね。ホワンまで来る。この服のクライマックス式、このままこのデッキでダイヤ1チャレンジする。なんかいけっそうな気がせんこないけど、どんなんやろね。この勝率叩き出せるなら全然いけんねんけど。結局先行フリーかどうかになっちゃうって思ったら、そういえばここだったね。ゴーズ形態3000パイス好き。事故ったティアラか。ゴーティアラね。ティアラメンツか。今日も親顔が綺麗に咲きました。マンタを信じよう。ティアラ作るの。いや、なんかちょいちょい事故ってるティアラおるような気が。全でもない。ティアラ使ってる人たちそろそろ来て引退しないかな。あー、来なさそう。
やっぱあれが、うん、そのやっぱ強いうちは自己減らないかな気はしてる。誘発と拮抗したりすると動けなくなる。下手し影響でライエンくらいまでいけるかな。誘発を置いてやりすぎると3ぐらいまでは普通にいけそうやな。抹茶注意作りますね。服装青年ではリテスコル事故はあんまないけど、ララは1枚で止まるはいつある。事故はないで決まってないぞ。ララで止まるよな普通に。ハーフとケルドみたいな魔法的レベルの負担ありますよ。今これ割るカードないから、この時は簡単に枚でいい。まず。誘発かね、種類の質が急と強くない。学びやけどあれやな。出すときにパラエクをもう一体のパラエクを右端に出せば余らせられるから。でここで4残しておけばウィルスソードマンで残る。ゼロデイと合わせて死人が立てれるから。制限体系は大会の使用率次第だろうな。ウイルス展開強いな。墓地魔法なかった。マジか。あとは結構ありませんように。墓地ならボッチ。シスキャラなら鍵盤で結構くれるから好き。墓地魔法落ちてなかった。ハーフにシャリクエンドでもまあまあ使えるのがおかしい。あや、モテさんの。そりゃモンスターないでワンフォーワン受けへんのよな。弱っ。前にいた。この盤面弱いな。これ一応ノバ落としてた方がいいかボッチ。まあ大丈夫や。ボッチなら捨てるぞ。相手のキャラなのよ。一応落としとくわ俺。おい。いやーここもう一度ローあったんやけどな。来ましたね。デッキ多いな。10枚くらい。これチェーンせん方がいいんやったっけ。通ったので OK。さすがにこの盤面は簡単には突破できないと思う。パワフラー可能性はある。おつさーい。ラメシアの儀。ラメシアってなんや。このデッキで WCS で詰めてますか。しんどいんちゃう。勇者神官なんやろ。んじゃんとか。あ、ドラゴバック。よもや勇者じゃんのか。じゃんのか。バウンスとじゃな。あららあら。勇者神官。こういう勇者ですか。大したものですね。購入者見るとシンクロンっぽいな。勇者シンクロン。勇者シンクロンか。わお。いやでも墓地効果使えないファントムナイトはゲロキツやと思うが、影武じゃないと。はい。さっきおるな。三次元ってファントムナイトさん。懐かしいね。
幻影勇者かこれ。幻影勇者ですかい。ラスティバルジ効果使えへんからな。ラスティバルジってあれ前向いてたっけ。幻影勇者スカリスプリン。向いてないな。幻影勇者来てたのか。ナッツ。この環境でも守ってるって股間打てる。久々に見た。ダルク効果使えます。この環境で幻影よ。ケルビーに死んでるから動けないよな。一ちゃん最初に言ったテーマや思い入れがあります。ソードマン取られるな。幻影なら先方取れれば全然取れるでしょう。勇者特訓って属性か。去年の環境特化。アクリで利用したいか。幻影さん昔は生き散らかしてたのにだいぶやばい。アクセス作られて、いやこれあれないよな、ここに置いたのも良くないんよな。だから相手がリンクできる可能性あったらここ置くべきじゃなかったな。サウス乗車室の位置へマグラエル。ワンガルアクリでリオンはトライヒュンポインにしないと無理だからアクセスかな。あ、来るならアクセス。お山田の波スタン引かんと何もできんのよな、次のターン。お山田の波エルフィーマナビーやね、これリコン UTM リーの英雄者はカード4枚規制スタートなのに、そんなでも。いやこれトライヒここ置いたんやばいなぁ。ラスティバルジしてか。トライヒ解像度低い画像だと一つ目の下出したら手元に見える。どこが、どこ、トルフェイズ、基本ダブル。なるほど。支援が重そうやな。支援が重いか。真ん中の隙間は狙っぽい。アクセスなした。あー、うららちゃん。グリフォン許された。うららちゃん見えんとも切り剣やらない。ないというかアイリス素材に禁止。もうリンク素材に一生できんから切り剣と回復だとザコアか。あれがここから書き付けはつなげるからな。ならこっちのもんや。じゃあそこまでは読んでいました。ここまでは読めてたんですね。キリケンもサリークに比べただいぶ可愛い子か。ここからはもうなんです。読めていた。そこまでは。こっちに事件落ちたのは結構よくある。え、僕あれってさ趣味なんぼこれ300か。
もう一回あれすればいいんか。もう一週間俺。あの技研定無関係の使える汎用なのあらは。トライ一回でして全部揃えるか。もう一週や。ライトハート使ってもう一週や。歴史素材とかにさ、技研持ちをくれないと結構苦しくなるんだよね。トライヒレンの定期。ここにかけば勝率なのはリクね。この武器製単一年生知らなかった。ピヨン。ギアラ使う処理つながりはエグいね。この武器製名所単一で確かにな。名所なんか前に危険というわけではないか。え、あれやね、あれ。いや、墓地に。あれってさ、墓地にさ、トラップないと使えないとかあったっけ。ペタカーに使えないのがだけか。これで1万戦だね、クリルして。出すぎやろ。1100。いや、届くな。スキャプロクライマーのパワーで抑えておけばよかったのにね。無駄です。無駄です。ぴったり。ぴったりじゃない。1800ダメージか。なんでそこまでやってこたすの？どういうこと？めっちゃ勝率いいんやけど今日。何これ。あ、次だったら大丈夫。これだけやるか。もう一試合だけやろう。花だからな。騎士だったんだろう。とどめを刺されるくらいなら失格。負けたのではない。戦略的撤退だ。お前の拳では死ぬ的な。これさ、ダイヤさんまで行けたらさ、あ、これ。俺はお前の拳では死な。これで、これでダイヤ1目指すかって言おうと思ったけど。チャレンジ始めるか。おっさん勝率のありきちるやんやる気やるのプレスナであんなに苦戦してたのなんやった。え、なんかほんとな先月もそうやったけどマジでゴールしちゃうわ。プラチナよりティアラに当たってないしさ。ファイトだおっさん。ダイヤモンドもまんティアラ低いな明らかに。ハイティアラハイティアラいつものショックスやらコイン。あ、相手の施設がピンも前とかじゃないと。ティアラさんもうゴールディスティスで 5% なってしまってました。あら、わかりました。ここまで10試合や19試合やっててオーティス1回、イヤラメント8回。やっぱ先方整備か。何やな。イヤラメント先方を向かう。難易度を書く。はい。イヤラ勝率は。クサイクロン。イヤラ勝率どう？わからん。落ちてはなさそう。さすがに8試合やって勝ち越してはなさそうな気するけど。終わった。先行取ったら別にティアラでも勝てるからね。まあここは基本振りだし。5% ならやるやんって思ったけど1回か。わら、今日は即列の会でやってたらほとんどティアラが不安としか当たらんかった。エクソシスター多かったな。3回ぐらい。デッキ良かったな、あのベンデットの。キンキンキン。オークライに当たっても来たぞ。こんばんは、今日も頑張ってください。はい、頑張ってます。見なさい、この勝率。おっさん面で使うのな。使うかどうかは知らんけど。先方取ればここ大事。こんちはおっさん。じゃあ落ち着かせるとこちらも忘れてもらうです。強いってなって少し楽しくなる。オープライは一つで早い人たちがいるらしいです。
いや、ゴーティスの勝利はマジで強い。でもあれゴーティスやから強いって考えてもいいと思うけどな。ゴーティスの勝利はマジで強いと思う。ダイヤさん。ミサス引け、ミサス。ミサス引けばなんとかなる。ベリフラはなんとかしてたち。筋力があれば、リストバンドから目を切り替える。やめて、俺が、俺が。クソ女やめろ。クソ女やめろ。やめろ。クソ女。さすがおっさん。来た。積み込みか。やめろ。モンスターで振りをつけないエクストリオ置物のないけどな。逃げて光った。うわあ。うわあ。申し訳なかったと思う。お題の意味を込めてこの言葉を送らせてください。うんこちんこ、うんこちんこ。リビングのみんな見てる？聞いてる？うんこちん。気をつけましょうという配信でございました。ダカオシはダカオシよ。パンドラ全国どこ機械やぞ。犬人かワイングラスみたいね。今日の動画見ておいてください。ではまたお会いしましょう。
はい、バイバイ。お疲れ様でした、おっさん。お疲れ様でした。頭打ってますよ。ボツ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 。お疲れ様でした。良い打ちだったね。ボツ。僕もやめて。ボツです。ボツ。ガンツこむった人みたい。おっつおっつ。ボツ。お疲れ。ボツ。またの。今来たばっかなのに。ボツ。次の動画ではずんだもんに引き腐って言われる。ボツでした。ボツ。見に来たら終わった。ボツさん。ボツでした。いやだ。